ですからね。あと、ね、23のサッカー見ててやっぱり いいよね、確かに、はい、うん、それはあると思います。お仕事終了したみたいでみんなのところに戻りました。じゃあ本当スタッフのさんも、ね、最前列にあそこいるから、そうですね、全員飛び出すんじゃないかと思ってドキドキしますね。あれ、あ、始まりました。あ、始まりましたか、はい。さあ、YouTube がね、スタートしたということで、今配信 の確認してますのでね、配信完了確認できたら番組を始めたいと思います。さあ皆さん、あ、柴田さん YouTube 来ましたということでね、配信チェックありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは俺たちも少しねテンション上げていきますかね。はい、ちょっと待ってくださいね。私全然上がんないんですけど上げろ。私が今日はネットがつながらないな、うん、どんな感じの風景が映ってんの？普通にこれが映ってるんですけど、今ちょっとあの、俺そういえばこの前自宅から見てたけどさ、はい、結構画質いいね。これダゾンと変わんなかったよ、本当に。なんかあれと繋がらないんですよね。あれと繋がらない、はい、はい、はい。カメラと私の iPad が繋がらなくて、すいません。それ繋げてからスタートする？はい、いや、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。じゃあ、皆さんどうも、おめでとう、あ、おめでとうございます、おめでとうございます。そんな俺は先週休んだからちょっとずれてるね、はい、今日ブラジルさんちょっと、はい、頑張ります、リハビリ中です。頑張ってもらってもらいましょう。さあ、ね、はい、マジで TV スタートいたしましょう、はい、タイトルコールからね行きましょう、はい、これで今日の配信が始まります、はい、私が東京23と言いましたら皆さん、はい、マジで TV とね番組のね、あの画面の前で言っていただければと思います、はい、それではいいですか、はい、はい、タイトルコールいきましょう。さあ行きます。東京23マジで TV and Radio。 ありがとうスタンドの皆さんから、いや、はい、応援いただきました。優しいですね。さあエンジンかかってきたよ、はい、2022年9月3日マリさん、今日の天気一言で。はい、あ、ちょっと雲多くなってきましたけど、うん、晴れですね。そうですね、青空の向こう側にちょっとね、重たい雲がありますけれども、皆さん今日ね土曜日いかがお過ごしでしょうか、ふるさと東京と地元フットボールを愛する皆さん、こんにちは。はい、そして今日はね、ふるさと茅ヶ崎とね地元フットボールを愛する皆さんもこんにちは。こんにちは。はい、東京23勝手に実況隊がお送りする東京23マジで TV& ラディオの時間がやってまいりました、はい、あ、新センター喋るの23サポーター自らカメラとマイクを握り、試合会場から直接ライブで東京 23FC の熱戦をサポーター視点でお届けいたします。はい、はい、本日はこちら神奈川県茅ヶ崎市柳島スポーツ公園総合競技場からお送りいたします。皆さん、いいとこいいとこ、いいグラウンドだよここ本当にね。隣に相模川が流れてましてね、その相模川がちょうど相模湾にこう流れ込むところですね、その角っこにあります競技場でございます、はい、すごくいいグラウンドですね、はい、周りも芝に囲まれてましてね、はい、子どもたちもたくさん遊んでます、はい、隣には柳島潮騒公園というのがありまして、さらにちょっと隣に行きますとサザンビーチと、サザンといえば、サザンオールスターズですけれどもね、地元もっと音楽かかってるのかなと思ったら全然それはかかってなかったですね、はい、はい、俺の心の中であのしおりのテーマが鳴っている程度でしょうかね。さあスタッフ紹介ご紹介しましょう。勝手にシンドバッドだな、勝手にシンドバッドね、あ、じゃあ勝手にマリでね、はい、あ、勝手つながりでしたね、はい、失礼いたしました、はい、スタッフ紹介です。ビデオカメラのオペレート撮影ネット配信ダイジェスト編集はパーグレーソンでーす。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあそして実験フィットツイキャスラジオのオペレーター、先週はお休み失礼いたしました。今週はまたブラジル36が担当します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。復帰、はい、そしてアシスタントミシュさんどうぞ。はい、毎週23からマリです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあそして今日の実況スキマトークのテーマですね、はい、このチームならこのキーワードということでね、いきましょう。メタルなディフェンスを打ち破れパート2ということでね、パート2第2章でございます。はい、はい、まあ、あの東方チタニウムということでね、もうチタニウム合金の、ね、専門メーカー、はい、世界グローバル企業ですけれども、そこのサッカー部です、はいはい、ディフェンス非常に強固ですね、はい、それを誰が打ち破るかということでね、はい、あの前回の戦いではですね、うちのあの選手がですね、はい、毒針でこう、ね、YouTube で、はい、はい、あの打ち破ったということでね、はいはい、今日もそんな毒針が、ね、見れるのでしょうかね。コーナーキックからの、ヘディングが楽しみでございます、はい、
さあ、マシア TV& レディは東京23勝手に実況隊のオリジナル番組です。今年で9年目、今日242回目の配信となります、はい。動画は、ね、YouTube ライブ、そして音声ラジオも、ラジオは、ね、ツイキャスのラジオモードでお届けしておりますので、ね、はい、皆さんお好きな方でお楽しみいただければと思います、はい。どちらも東京 23FC とか、あと実況隊とかツイキーワードで、ね、検索をかけてくれると、はい、23のチャンネルにね、たどり着くと思いますので、ね、皆さんそちらからぜひ、お楽しみいただけください。ぜひ、皆さん実況隊にコネクトして、この23空間にシンクロせよ、シンクロせよ、シンクロせよ。ということで、本日お届けするライブ中継、関東リーグ一部後期第6節です。東方チタニウム対東京 23FC の試合ですね、はい。試合は2時からですね、あと10分ですね、はい。まずね、ちょっとスターティングレーンを先にねご紹介しちゃいましょう。マリさんよろしいですかね。はい、まずじゃあ東方チタニウム、ホームチームからのスターティングレーンをご紹介ください。はい。番号若い順ですいません、はい。4番ディフェンダー小松崎優太、はい。5番ディフェンダー、永見蓮、7番ミッドフィルダー小口大輝、8番ミッドフィルダー城ヶ滝智樹、13番ミッドフィルダー工藤武史、17番ミッドフィルダー大塚和樹、20番ミッドフィルダー長岡龍之介、21番ミッドフィルダー平信翔太、25番ミッドフィルダー勝山誠也、30番フォワード、松尾正樹、34番ゴールキーパー伊庭幸太郎。はい。で控えの選手です。1番、ゴールキーパー小石川雅樹、2番ディフェンダー時は優、15番フォワード和田直樹、19番ミッドフィルダー久保拓也、22番ディフェンダー高橋宏樹、23番ディフェンダー渋谷正嗣、28番フォワード小森東衣、で監督は佐野正則さん、監督でいいのかな、はい、その監督になります。はい、ありがとうございます。はい。さあ、そして、我らがですねビジター東京 23FC の今日のスターティングレム、そしてサブスティテュートの選手をご紹介いたしましょう。番号若い順です。背番号2ディフェンダー柴田隼人、背番号5ディフェンダー内藤健太、背番号6ミッドフィールダー大木達平、背番号9フォワード清水光、背番号15ディフェンダー市川優馬、背番号18フォワード加藤雄二、背番号21ゴールキーパー大石文也、背番号22ミッドフィールダー宮田和也、背番号27ミッドフィールダー田辺龍平、背番号29ディフェンダー坂上大輝、背番号33ミッドフィールダー山本昭俊。さあ、そして交代選手ですね、背番号4ミッドフィールダー岡本誠、背番号7ミッドフィールダー黒石川明、背番号10ミッドフィールダー若杉光輝、背番号11フォワード飯島秀則、背番号12ゴールキーパー高井裕樹、背番号16ミッドフィールダー小林颯、背番号37ミッドフィールダー亀田宗達、はい。そして監督小松優輝。さあ、以上が23の、ね、スターティングイレブンです。はい。あ、岩本さんからブラジルさん、マリさんこんにちは、はい、今日も実況よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひ楽しんで聞いてってください。はい。さあ、間もなく、ね、両チームの選手が、ね、はい、ピッチに上がってきます。さあ、23の選手がロッカールームからね、すごいこう圧力で、ね、上がってきてますね。圧ありますね。圧ある。さあ、ピッチで今待ってる、ね、4人のレフリーです。ご紹介いたしましょう。はい。出身、今日の出身です、高柳さんです。はい。そして副審は八谷さん、本田さん。はい。第4の審判は佐藤さん。はい。そしてマッチコミッショナーは久保さんです。今日も試合よろしくお願いいたします。はい、元気ですね。元気ですね。はい。神が元気ですね。
飛ばないようにしないといけないやつ。さあ、今日ねお届けする、はい、ライブ中継をね改めてお伝えしましょう。関東リーグの一部後期第6節ということで、はい、東邦チタニウム対東京 23FC の試合をこれからご覧いただきます。はい、キックオフは午後2時ですので、あと5分ほどでねゲームがスタートいたします。はい、お天気情報、本日の天候は晴れ時々曇りという感じですけど、そうですね、まあ気持ち的に晴れでいいよね今日はね。うん、はい、はい、気温は29度から30度にいったかなって感じでしょうかね。うん、湿度は 70%、 結構ムシムシした感じですかね。そうですね、ちょっと海っぽい感じな風ですよね。そうですね、風はね一応予報では北東の風3メートルってなってましたけど、どうでしょう現場にいて風って感じます？ちょっとあるのかな、ちょっとあるぐらい、はい、まあ、あの試合はほとんど影響ないんじゃないかなと思います。はい、実況隊のカメラの位置ですね。実況隊のカメラは、メインスタンドの最上段ハーフウェイからホー、アウェイ側にですね、だいたい20メートルぐらい、センターオフしたあたりでしょうかね。はい、ボールの蹴り音、選手たちのぶつかり合う音、そしてピッチを引っかう声、スタンドのね歓声や臨場感をぜひお楽しみいただければと思います。今日なかなか応援という応援ができないみたいなので、みんなちょっと、あ、そうですね、拍手ですね、拍手とかこう手拍子ができない。歌は歌っちゃいけないんだろうね。手拍子もできない。あ、手拍子もダメなんだ。そうなんですよ。なので、あ、でも、これ拍手が、拍手はいいんだ。手拍子はこうみんなで合わせていけないのね。手のダメみたいなこと言ってました。それからですね、君は心を打たれたかメーターが、今日も作動しております。あの実況隊 の、 あの毎回やってるあのアンケートで、はい、試合を見た皆さんがどれくらい心を打たれたかをね、あの、はい、計測するメーターです。毎試合実況隊のツイッターからアンケート機能を使って感想を投票していただいてます。質問は3択、簡単です。一番上、ものすごく打たれた、心を震えた、そしてまあまあ良かったっていうのは打たれた、また見たい、特に打たれなかったって人は3番目ですね。はい、元気元気ですね、通したね。あ、前いたんだよね、そうそう、一人すごいやたら元気な人がいるんだよね。そうそう、いたのよ、あの人よ、あの人よと確かに。他チームだけど拍手したくなる。そうなんです、同じこと言いましたよね、そういえばね。そうだね、はい、あの、まあ、皆さん、あの今日の試合ぜひご覧になってね、あの感想がありましたら、あのアンケート機能でね、はい、心メーターやってください。あのすごいチームに励みになりますね、実況も励みになります。はい、それからあの毎週23というあのレッドライショー番組、はい、あのやってまして、毎週水曜日の夜10時からね、はい、やってます。今あのツイッターの、スペースから、はい、やってますけれども ね、はい、皆さんよかったらぜひ遊びに来てください。はい、あのマリさんがお、あのもう喋りたい放題喋ってますので、ね、さっきね、選手 の、 あの、うん、某選手にもアーカイブなかったんですね、寂しいですって言われたんで、先週私がちょっとしくじりました。はい、アーカイブ録音するの忘れちゃって結構ね、はい、皆さん聞いてるんだな、聞いてくれてるね。はい、はい、あのということで皆さんね、あの一緒にまたあの23あのコメント参加とかもできるんで、全然ね、あのあぜひぜひね、はい、リアルで聞かれる方は楽しんでいっていただければと思います。はいはい、よろしくお願いします。はい、さあ、今日初めて YouTube でこのチャンネルね、あのこの場配信に届いた人ですけれども、あのご覧いただいているサッカーの試合は関東リーグと言います。プロリーグ J1、J2、J3 がありまして、その後にセミプロで JFL というのがありますね。ここまでが全国リーグです。はい、でその下にですね、日本を9地域に分けた地域リーグというのがありまして、9個のうちの1つ、関東地域が、関東リーグですね。今日ご覧いただくのはそれです。はい、関東リーグは1部と2部に分かれてまして、1部10チーム、2部10チームで、今日見ていただく試合はこの1部の方ですね。現在リーグ2位の、東京 23FC、これ今日ビジターですね、東京都江戸川区の、チームです。そして、もう1つがですね、現在リーグの9位ですね、確か、はいはい、9位だったよな。ね、東邦チタニウム、神奈川県、3つ目です。茅ヶ崎市、3つ目、2つ目、うん、3つ目です。3つ目か、はい、じゃあ7位です、ね、7位です。ごめんなさい、失礼いたしました。8か、あ、8か、そうですね、8位ですね。紫のねユニフォームがね、なんかちょっと京都パープルサンガの在りし日を思い出させるような感じですけど、非常に鮮やかで、ここが強いんですよ。強いよね。あとやっぱりその賢いサッカーをするんだよな、粘り強くね。あのリーグ順位皆さん本当関係ないんでね、はい、目の前の90分、目の前の相手、目の前のこうボールの奪い合いというところだけをあの注目して、順位とかはね試合終わってからじっくり考えた方がいいと思いますね。本当目の前の試合、目の前の、相手とどういうサッカーをするかということにこの集中していただけると試合がより楽しめるかと思います。はい、
さあ、後ほどまた情報をお伝えするとして、まずじゃあ試合の方に集中しましょう、はい。キックオフは東方チタニウムからのゲームとなりますね。はい、小室さんからもいつもありがとうございますって来てます。ありがとうございます。ありがとうございます、見ていただきまして。さあ、エンド左に、ね、構えます紫のユニフォームが東方チタニウムホームです叫んでるな今日も。右側ですね、エンド構える白のユニフォームが東京23FCです。さあ、キックオフとなりました。東方チタニウム、一旦下げたボールを左サイドの、ね、高いところに置きに行きましたね。中盤で今ボールの奪い合いになっています。23が先にボールを触った清水光、柴田隼人、はい、今日は左のウイングワイドに、ね、柴田が入りますね、はい。加藤雄二が前から追いかける。いいですね、アキです。アキ秋田市、山本秋都市、神奈川ホームですね、はい。アキ和也か、はい、いいですね。いいですね、和也。いや、奪われない、うまい。宮田和也がずいぶん、ね、前でプレーしてました。そして柴田、おすごいスイッチ、今のめまいするような今日も左サイドが活性化しててですね。そうですね、はい、柴田隼人もうね、来た、おいいボール。清水光がペナルティーエリアの中でボールを受けました。宮田和也22番、一旦下げますね。龍平か、もうあれだね、うん、あのマリさんの方が早いね。いや、はい、先週結構こういうメンバーだったんで。そうか、龍平、はい、なんかちょっと分かります。いや、いいですね、アッキー。今日はじゃあ選手 の名前は気づいた方がどんどんやりましょうねリズム感よくね。さあ、今度トーチタがねボールを今度23が最後尾にかけ抑え、持ってこうとしましたが、また前からボールが加藤裕二、おいいボール出し方。清水光から前に出した加藤、あ、山本昭俊、石川優真、今度は右サイドからいいクロスボール、加藤裕二のヘッドを狙ったボールかな、はい。そのまままたボールを持ちます。宮田和也と、これは柴田かな、秋か。うわ、すごいポジションが目まぐるしくかるね。本当ですね、うん。今これが柴田です、水色のスパイク、はい。っていうか、和也があんなに前にいることってあんまないですよ ね、 ね、ほとんど。さあ、龍平、加藤、これでも、うん、この間、うん、栃木のアナリストさんが言ったじゃないですか、うん、偽サイドバックって言って、サイドバック結構両脇が上がっていくっていうのに、うん、そうだね、向こうは中に上がったんですけど、うちはサイドに上がっていくのかもしれないですね。あ、柴田がうまくじゃないですか。そして加藤裕二、裕二左足、惜しいな。今柴田から裕二、いいパスが出ましたね。さあ、ここまで非常によくゲームをコントロールしている23、はい。まだ3分しか経ってないと思わないぐらいの、こう、さあ、そして柴田が左からカットイン、カットイン、右足でボールを触りながら中に入っていった、ファーサイドに出した。清水光の向こう側、清水光我慢して、クロスボール、まだ出ていない。これは和也かな、アッキーじゃない、アッキーか、失礼しました、山本明俊、大石文也選手がプレスバックということでした。いやー、濃い、今日も早いね、はい、ゲームの展開がね。小室さんから本日もよろしくお願いします。必勝、気まぐれスナフキンさんからも、はい、頑張ります、本日もよろしくお願いいたします。はい、カズヤ、中に入っていった、落として、もう一回左から攻める、山本、柴田が中でうまくアクセントを作る、柴田が早くボールを奪う、あ、いいですね、内藤健太が今、読みが早いまだスタメンの立ち位置も紹介してないので、ゲームがどんどん動いているという第一期、あ、ね、立ち位置もいまいち分かんない、なんで今そっちに和也いるのとか。さあ、龍平、惜しいな、ここのとこ時間はね、トーチタちょっと23のこうプレスに圧倒されてて、まずボールを長く蹴って一呼吸作るのが精一杯って感じですね。そうですね、あと相手のポジションがこう自分の方のポジションが分からなくて、はい、市川優馬、優馬マーク右サイド復権のユーマ、いける、山本明俊、山落とした、龍平、もう一回秋に戻ってきた、あ、違った、秋です、秋か、33番、うん、山本明俊、合ってますよ、ありがとうございます。大石文也ゴールキーパー、これは間違いない、はい、スリーバックね、真ん中が5番の内藤健太 で、ね、右が29番の坂上大樹、はい、左が22番の、はい、宮田和也、ただ宮田和也、はい、今日すごい上がるんで、はい、時々2バックになってしまうので、
その時はタッピエが結構下がってますね。下がってるね、確かにね、はい、タッピエ前に行かないようになってますね、今日は、うん、両ワイドはね、右のウィングバックが2番の柴田隼人、左のウィングバックが15番の市川優馬ですね。逆じゃないですか。ああごめんごめん、そうだった、そうです、左が柴田隼人で右が市川優馬、ありがとうございます。よく右左逆になります私。ボランチはね、アンカーの位置に、はい、いるのが6番の、タッペですね、大木タッペ、あと竜兵ですね。竜兵も中盤でね、はい、ゲーム作りますね、はい、タッペよりもちょっと竜兵の方が上下動が多い感じがしますね、うん、そして山本明俊もボランチの位置からトップ下の位置までね、上がったり下がったりって感じで非常に柔軟に動いてます。まあ一応3バックの左って感じでしょうね、山本明俊はね、はい、3バック真ん中清水光9番、右側が、加藤雄二18番かな、はい、左脇ですね、山本脇です。さあ前半間もなく6分になるところで、東方チタニウムがフリーキックをゲットしていますね。ここチャンスですね。いや、この強度の試合を90分続けるのは本当すごいですね。ね、すごいよね、はい、ファーサイド、おお、自分でヘディングして自分で追うそれで確かにそれで取ったっていうのがすごいですね。クリアしたヘディングでクリアしたボールを自分で拾う、自分で拾いに行くっていうちょっと面白かったんですけど。さあ山本選手スタメンで、もうなんか右からすごい勢いで、そうですね、なんかスタメンっていうかメンバーに入るのが本当に久しぶりなんで、市川優馬やる気しか感じない。あ、田辺竜平か、失礼しましたね、はい、ここ大輝ですね。そして内藤健太、はい、内藤健太の毒針が出るか。今日毒針持ってる人いっぱいいるからな。いますね。さあそして和也、宮田和也から柴田隼人、竜兵、田辺竜兵、縦いいパス、竜ちゃん、そのまま竜兵自分でシュート、シュート、まだまだあるぞクロスバー。さあペナの中でボールを持った山本明俊、アッキーですね。いや今いいシュートですね、田辺竜兵選手、はい、練習しましょうって夏さんからも来てます、ありがとうございます。いや、とりあえず目の前のボールを奪ってゴールに近づけるところに集中させてください。90分はさあ、いいタッペからいい縦パス、おお裏抜けた、柴田オフサイド、オフサイド、まあでも縦へのね、はい、全身力ね、うん、最近私たち学びましたよね、全身力ね、全身力全身力はい、それがちょっと今ね表現できたかなと思います。そう、結構前に前に行ってますね皆さん。あとどういう縦パスがこう、うん、なんていうの、効果的かっていうのをね、うん、私たちも学びましてね、はい、ありがとうございました。本当にその説は、はい、インスタまでね再放送、再配信していただいて、はい、いやもう一回見ちゃいましたよ、本当にいい勉強になりました。23の春野さんもすごいなんか最初のところだけ見ようかなと思って結局全部見ちゃったって言ってましたねすごい参考になったって言った。さあそして清水ひかる、まだマイボールですね、山本明俊、アッキー聞いてますね、うん、マイボール、マイボール、あら違った、相手ボールになりましたね、はい、うん、あ下に東方下にも今、まあ、我慢だぞって言ってますね、はい、さあ秋山聡さんからね、はい、コメントいただきました、ツイキャスでコンティニューコインありがとうございます、ブラジルさん復帰おめでとうございますということでありがとうございます、はいはい、マリさんがね、繋いでくれましてね、うちのあれですよ、ね、パラゲルさんのマリさんも非常に優秀なスタッフさんですからね、はい、もうすでに私は用済みっていうのさっき言われましたからね、はい、今日もね、ブラジルらしいトークでねサッカーを盛り上げたいなと思います。きたー、さあ、おー、いいナイスターン、きたー、まあでもボールのこう接触するところというか奪い合う場面は東地さんも23さんもすごい激しくていいですね、はい、まあ東地さんもね後半になればなるほど強いチームですからね、これはファールはない、よかった、よかった、さあマイボール山本明俊、今のはちょっとね、うん、なかなか深追いしてね、ちょっと山本明俊の後ろにね、
足が引っかかってる感じのかね。23のがフリーキックをゲットという感じでしょうか。前半の10分です。アッキーは本当に久しぶりに出るんで、久しぶりに出るのがスタメンっていうのがすごいなと思いますね。前回の柴田もそうだったんですけど、ちょっと今ったら空に猛禽類が飛んでます。あれ、ね、ずっと飛んでるんですよ。なんかずっと狙ってるんですけど、何を狙ってんのかね。柴田じゃないですかね。柴田か柴田じゃないですかね。ずっと柴田を掴んでゴール前までこう持ってっちゃうとかねいいかもしれない。頼むよ。ずっといるんですよ。あ、清水光裏を取った。今手でうまくスベスベシュート。ボール受ける前に相手の手一つをちょっと押してね、はい、ボール受けるコースから離したプレーでしたけど、非常に賢いプレーでしたね、清水光選手。清水選手もね、あのサッカー選手の仕事だけじゃなくて、あのエドリックのねプロモーションで企業さん訪問したりね、ポスター貼ったりね、もうゴールと同じぐらい大事な活躍をしてくれてますけど、今日はぜひゴールを決めてね、あの訪問したお客さんをね喜ばせてほしいなと思いますね。そうですね、ここあの、出身校近いんで。あ、そっかそっかそっか、はい、ある意味地元だね、はい。さあコーナーキックは東京 23FC です。前半の11分になるところです。毒針出るか強固なメタルなディフェンスを打ち破れ。コーナーキックです。地味にあそこにいらっしゃいますからね、毒針さん。右足ファーサイド、内藤健太。おお、加藤雄二が今オーバーヘッドを狙いましたね。さあそしてルーズなボール、平田内、近川優馬。さあこれを早く続きます。宮田和也、市川優馬が今こちらにいます。縦、おお、いいボール。大輝、加藤雄二、うわすごい、清水光る胸トラップ、前抜けるか、シュートまでいけるか、右コースアップか、シュート。惜しいな光。清水光ね、ペナルティエリアの中で横にずらしながらシュートコースを探したんですが、最後ちょんと加藤雄二の姿が見えたんで落としに行きましたね。雄二左足で、ボレーシュートを狙いましたが、ボールの下を蹴ってしまってな感じでした。非常にいいチャンスを作りましたね。さあ前半の、まだ12分です。さあ、あの本日もね、あの各地で関東リーグが行われ、あの今週かもう関東リーグが行われました、うん、対戦カードの方はね、関東リーグの公式とか、あと23の実況隊のツイートでもね、あの上げておきましたけど、見どころ多い試合ばっかりなんでね、ぜひ皆さんお楽しみください。なんせすごいのがね、全カードライブ配信ある、それも無料。すごいですね。まあ本当お客さん増えるわけでね、関東リーグね。ちょっとアッキー痛めてるかな。足、あ、33番ホーザー、はい、裏取った。柴田が裏抜け、柴田ペナに入るか、柴田右足左足持ち帰るか、持ち帰って右足のクロスボール。アッキー大丈夫かな。宮田和也がそのボールを拾いましたね。ゴール前にポンと出したボール、あ、ちょっと選手交代っぽいですね。そうですね、早手が出ますね。さっきのプレーでアッキー痛めたみたいですね。ちょっと今ゲームをね、加藤雄二落とした、はい、切れたね、平田辺龍平、一旦ボールは切れますか。あ、残念だから、山本明俊怪我ということでね、一回ピッチを後にします。そして代わりに入ったのが16番小林隼人。はい、隼人入りました。まあ、歩いてるのでそこまでひどくはないと思うんですけど、うん、ちょっとさっきのあれですよね、踏まれ方が、うん、せっかく復帰したのにっていうところですね。残念だったね、はい、大事に。さあ前半の13分、選手交代ですね、アウトしたのが33番山本明俊、怪我にあるアウトですね、そして代わりに入ったのが16番小林隼人です。小林隼人選手は今シーズンも3得点してますんでね、非常に得点力の高いドリブラーですね。あのテクニカルな、ね、ピッチに入っていくときのカットインをぜひ皆さんお楽しみください。まあ、先週はスチが確かに早手 と、はい、ユーマだったんで、うん、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、小林相手は右側に入ってます、ね、おそらくそうですね。なんか先週がそこだったんですよね。加藤雄二、あ、いける。加藤雄二に本当ボールが収まるな。お、早手、お、面白い。田辺シュート、あー、田辺のパスがオフサイドということで、惜しい。今の早田すごくね、軸足でこう、めっちゃボールを動かしてスライドさせてる。
出てすぐにあれができるって本当すごいですよね。いやだね本当に。さあ、あの皆さんぜひ今週末もね、あの関東リーグライブ配信いっぱいありますんでね、お楽しみください。あのホームチームがやらない時でもね、ビジターチームがねやるっていうのがね、関東リーグのね、あのこうご助会的なね、はい、精神でして、山本さんから早く全力で頑張って全力で応援してるよって来てますね。はい、早く、ね、その早くがボールタッチ、おお、逆サビを見ていた。さあ、そして清水ひかる、加藤と清水でね、ちょっとそうですね、うまくチャンスを作ろうとしました。大丈夫でしょう。トーチタのねゴールキーパーが今度なるべく相手陣地の深いところにねボールを押さえつけようとするような感じでしょうかね。うん、まあ、下手にこう中盤を作るよりもなんかゴールから遠ざけるようなプレーを今選択しているように見えますね、トーチタさんね。ちょっと怖いですもんね、今の23の攻撃が。24、25、向こう側5番かな、あの多分フォーバックだと思いますね。中盤17番とちょっと見えないな、13番がボランチ、うん、工藤さん、サイドの3番、あのサイドの右が 8番で、左がキャプテンマーク巻いてるからちょっと4番ですね、小松崎選手。7番じゃない、ああそうか、うん、7番小口選手、はいはい、トップは21、フォワード21番と30番ですね、はい、30番の正尾選手、松尾選手はね非常に得点源になってまして今シーズン3得点入れてます。それから21番のね平野翔太選手というのはビアティン三重から来た選手なんですけど、非常に若々しくてですね、いい選手だとさっき聞きました。あ、やばい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 、打たせない、打たせない、うん、おー惜しい、おー大気いいですね、おーおー来た、これチャンス、3対2ですね、加藤裕二、さあ落ち着いて、おーさすがいい、いいディフェンスでしたね、今ね落ちたね、はい、加藤裕二のこう大股のねドリブルをちゃんと見越したようなボールのかっさらい方をしましたね。さあそのままゲームが続いてます、関東リーグはね、あの本当にお客さんも結構集めててね、はい、今あの関東リーグの一部の集客数よく集計してるんですけど、1位南葛でもう7000人近くお客さん入ってますね、累計で、うん、2位が栃木市で5600、3位が東京23で3000人ぐらいですね、あ、違う5000人か、うんうんうん、5000オーバーです。ー一応、あ、これは8番シュート、うわーうまい、うわー見事、30番と7番、7番ですね、とあと8番の選手こうクロスで前でね、あの横切ってあのディフェンスをこうマークをずらすようなプレーでしたね。先制点は東チタです、東方チタニウム、7分出たからですね、うん、いや得点は最後7番の選手か、ね、7番ですね、はい、あのキャプテンマークも巻いてる、そうです、7番は 小口大輝選手、はい、フロンターレユースにいて、あ、フロンターレですか、はい、武蔵野シティに、え、武蔵野、横川の人で、はい、簡単な武蔵野シティって書いてあります、すごいですね。さあ、1点先制したのは東方チタニウムです。まあ、チャンスの数を作るのがサッカーじゃないなってよくわかるね、はい、得点にやっぱつなげないとね、ちょっとでもああいう一本で取られそうな、うん、さあここでねまた23もね、はい、ピシッとこう、そうですね、ここで落ちちゃダメですね、全然悪いサッカーしてないんで、あのままやってほしいですよね、ガンガン。でも30番の松尾選手もさ、ちょっとサッカー選手にしてはね太めな感じだけど、あれで得点を、ね、3点も取ってるからすごい選手ですね、まあ、でも強そうですよね、当たりが、そうそうそう、フォワードですからね、ちょっとラグビーの選手を思わせるような、うん、あの雰囲気ですけれども、非常に俊敏に動きます。さあスローインは東方チタニウム、前半の19分、お、ロングスローじゃないですか、うん、ロングスローですね、キャプテン小口選手、長いボール入れてくる、うん、高橋加藤裕二がセル、13番、そう、いけいけいけ、さあいいボールを取った23、
あいいサイズチェンジ、清水光だ、光る。いや大丈夫、もう光にボールを触らせないっていう感じでね、ディフェンスしっかりマークしてますね、はい、光が触るより先に触るっていうような感じでしょうかね。全然触らせてもらえないですよね、うん、まあもうしょうがないねこれはね、うん、よそのチームみんなそうだから。ミヤさん、まだまだ今からって、山本さんとかスモアさんはまだまだって言ってますね、うんうん、でミヤさんって方から、でも J 用の箱がない軟活って書いてありました。ああ、お客さんの数ね。はい。でもお客さんがたくさん入ってれば必ず魔法がかかりますから大丈夫ですよ。一番大事なのでやっぱり見てくれる人が増えることですからね、サッカーはね。おお、田辺。おいしい。さあ、こうして左から攻める、東方チタニウム。さっきこんな感じでやられてるの。21番縦パス。30番への、ね、縦パスがね、今内藤健太がこう30番をうまくこう受けるのを邪魔してね、マイボールにしました。さあ坂上大輝から内藤健太、3バックですね、降りてきたアンカーの大木たって、もう一回内藤健太にボールを回し戻します。田辺龍平が降りてきた。こうやって上下でね、ちょんちょんちょんってね、相手を誘うような感じでスペースを作る動きをしていますね。柴田隼人、中に戻した田辺龍平、おーいい立てます、加藤雄二、ね、さあそして柴田ペナポーンと出して、うん、うわーうまいですね。柴田、おーもう一回柴田、田辺あ、田辺ちゃんごめんなさい、和也です、失礼。大木達平、市川優馬が今絞って中で受けている。前、早手、おーうまいな。田辺龍平かな、はい、田辺いろんなところに顔出す。そして柴田だ。さあ最後は、おー、ヤンボーですね、さっくんの柴田になりましたね。そうだね、前で前で。さあスローインは東田です。8番大木達平、長いボールを蹴って内藤健太がそれを跳ね返す。大木達平、これ田辺龍平です。加藤雄二がボールを競る、痛い、バシーンと落としたね。さあそして市川優馬、ボールを押さえて内藤健太、ちょっとゲームが落ち着きましたね。大木達平、あ、これ面白いな。早手、おお左、柴田、そのまま抜いて左で打っちゃえ、クロスボール、胸トラップ、加藤雄二、打てるか。おー、惜しい、うん、見ちゃいますね、今日は。向こうサイド、今度は東地田がボールを拾って左から攻めます。30番とのバチバチやり合いってます ね、はい、7番と30番でね、うん、まあ、ボールを渡さないって感じはすごいしますね、はい、時計が上がれってみんなに、まあ、東地田的にはすごくいいゲームプラン通りだろうね、はい、先制点も取れてね。そうですね、あとはこの得意の守備を、そうまあでもね、ちょっと取ったのがまだ前半の23分だから、はい、23が、まあ慌てないで、柴田、隼人、加藤、柴田に当てるボールかな、柴田に戻ってきて、柴田惜しい、おーすごい蹴り合い、通ったボール回収して内藤健太、内藤健、おーすげえ戦ってるほぼプロレス内藤健はかっこいいね。審判、よしよしよし、まあ、今日はあここでファウル取りましたね、うん、ちょっと一瞬迷いましたね審判さんね、うん、まあ、でもマイボールゲーム早いからね、なんか柴田が水飲みに来てるね。あ、なんかこう本当太陽を照りつけるとすごい暑いんだと思うんですよね。はい、夏さんから早く追いつきたいと、はい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 、待ってましょう、はい、大木達平前線へのパスはそのまま相手ゴールキーパーが、ね、ボールゲットしてますね。
さあ勝手に実況隊が今日は茅ヶ崎からお送りしておりますね、関東リーグです。東方チタニウム対東京23FC の試合、現在前半の25分になるところですね。1対0でリードしているのは東方チタニウム。まあ弱いチームなんて一個もないよという関東リーグ一部のねこう状況を改めて再認識する一戦となっています。サマイボール柴田隼人、和也から雄平、清水光、落ち着け、さあ縦パス入れてきた、右に一旦開いてますね。お時間ですか。あ、今日、あ、ここで飲水ですね。飲水ですね、はい。さあ、現在、前半の26分にこれからのところですね。勝手に実況隊がお送りしております東京23マジで TV& レディオ2022年、9月3日柳島スポーツ公園総合競技場ですね、神奈川県の茅ヶ崎市からお送りしております、はい、関東リーグの後期第6節、東方チタニウム対東京 23FC は前半の26分になるところで今1対0でね、はい、東チタがリードしております。背番号7番、小口大輝選手の、はい、ゴールが決まってますね。なかなかね、この得点は見事な得点で、30番の選手と小口選手とあともう一人ね、俺の8番だって気がするんだけど、3人の選手でこう、ゴールキーパーの前をねこうクロスで動いてね、マークをうまくずらしながら最後に投じたりというところに左から上がってきた小口選手にボールが渡ってシュート、ファーサイドにネットにこう、なんていうかこうネットにこう吸い込まれるみたいな綺麗なゴールでしたね。23はね圧倒的にこうゲームは支配してたんですけど、そうですね、なかなかね最後の、シュートチャンスがねゴール枠を捉えきれなくて、それだけ土地下の、ね、ディフェンスがしっかりこう守ってるということだと思いますね。ディフェンスの、ね、強固さには定評のあるチタニウムです。さあ、飲水タイムね、給水が終わりまして、後半前半の残り20何分が、スタートです。はい、大石文也のゴールキックからですね。結構バチバチすごいね。サマイボール、カズヤ、左ウィングの柴田ですね。カズヤ、お斜めのいいボールだ。ハヤテがね前線で結構うまくくさびで受けてますね。惜しい。あ、龍平、龍平、カズヤ、前からってさっき龍平が言ってたんで、龍平、はい。さあ、フィフティのボール、内藤、お危ない、これも当たっちゃった、ファールになりましたね。はい、タッペの上げた足にももに相手のお腹が入っちゃったような感じですかね。しかし東北の30番のこの松尾選手って、松尾正樹選手って本当に面白いな。はい、松尾選手、今年入った選手ですね。あ、そうですか。東京国際大学、TIU だっけ、はい、です。過去に対戦してんのかな。そうですね。ちなみに9月10日は誕生日なんで、もうすぐ誕生日です。おめでとうございます。1週間前だと思います。はい、で試合前にね、東北のね、スタンドをちょっとうろうろ歩いてたらね、はい、ビアティン三重のファンの人が三重からここまで来てて、はい、で元ビアティンの選手が東北に入って、それを見に来たってことでね、はい、21番の平信翔太選手って言ってましたね。はい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 、スタメンで出てると思いますけど、はい、いや三重から東北に見に来るってすごいね、やばいねって思って、多分ご夫婦なんだと思うんですけど、カップルの方で、うん、なんか同じやばい匂いを感じたんで、すごい話しやすかったですけど、私は靴掛け選手もね、こともよく知ってましてね、もうちょっと試合出れるとよかったですねみたいな感じでしたけどね。まあ、東北さんの社長さんがすごくサッカーに理解がある方らしくてですね、サッカー部すごい会社を挙げて応援してくださってるそうですね。
サッカー部に所属の選手はね、なるべく茅ヶ崎の近辺の職場になるように配慮されているということで、皆さん普通にちゃんと所属を持ってね、本業も仕事もされてます。うまい。大輝、大輝上がってきた。ちょっとねバランス崩して前の人数を増やしてるのかな。タッペ、市川優馬、右サイド、左サイドだけじゃないぜということで、市川優馬選手は右サイド、はい、また見どころを作ろうとしてますね。大きタッペ中に今入ってボールを浮かして市川優馬に一旦出しました。右サイドハーフラインを越えたあたり、縦ボール、清水光、また市川がそのボールを拾った。そしてターン、7番の選手ですね、小口選手だっけ、はい、もう名前覚えちゃった。いい選手ですね、小口選手。非常にでもバランスいいですよね、東方地帯にもね。そうなんです、うん、怖いんですよね。さあ、YouTube 皆さんね、ご覧いただいております、関東リーグの後期第6節、東方地帯にも対東京 23FC、前半まもなく31分になるところですね。現在1対0で東方地帯にもがリードしている展開です。前半17分の得点でしたね、その7番の、小口大輝選手の得点ということで、3人ぐらいが絡んだ非常にいいこう連動感のあるシュートゴールでしたね。そうですね、流れで決めるってちょっと、ね、綺麗、いい試合っていうか、いい選手だなと思いますよね、いいチームだなっていう。さあ今日はマリさんは完全に安心して人を喋ってて、いいですね。昨日、前回ひたすらいろいろと、ね、言わなきゃいけなかったんで、前回の緊張感なく、今日はゲームを楽しんでらっしゃるよ。で、ないです、前回は全然別にそこまで緊張はなかったです。そうですか、はい、全然200人ぐらいが見てるとか全然気にしてなかったので大丈夫です。さあ内藤健太一人剥がして前に行く、田辺龍平、宮田和也、田辺、いいですね、流行って田辺、なかなかトーチタがすごくいいポジショニングしててね、自由にこうスペースを作れない、ね、今3バックの両ウィングバックが下がるような感じになってますね。両サイド23のサイド攻撃を防ぐ、全然上がれないですね。おお、いいボール、うーん、あー、ほら、清水光の裏抜けにね、宮田和也が合わせましたが、でもそれも全部取られちゃうんですよ、ね、これは大丈夫かな、向こうサイド1人フリーだぞ。おお、ここですね、龍ちゃん頑張った、はい、遅らせよう。内藤健太、肩を当てて、おお、いいボール、ー内藤健太が今遅らせてね、うまく田辺雄平がそれを勝ったって、おっと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 、雄平は本当にちょっとちょっと効いてますよ ね、うん、ね、頭いいよね、はい、そのサッカーの質というか、すごい、絶対一番最初に来ますからね、本当にいい、下げろって言ってね、投資の前がかりになるのを防いでるかね、リトリートっていうのかね、引いて守ってカウンターという。田辺龍平、おー、縦、加藤雄二、あ、取ってもらいましたね。トーチタマの加藤雄二がボール触れた瞬間にバチンってきますね、うん、さあ早いリスタート、田辺、あ、田辺じゃない、和也、柴田と和也、あ、そこね、清水がこう動けるスペースが本当ないね。そうなんです、あそこのセンターバックの人が、うん、和也そのままボールを出しました。和也中に早く行ったらいいですね、タッペフリーで前を向いた、どこ狙う、おっと、ハヤテの後ろ、あ、そこ面白かったですね、相手がね、清水光についてるんで、ハヤテをその裏抜けをさせてね、シュートさせようというタッペイの意図だと思いますが、そうですね、ハヤテが結構一番自由に動けそう、うん、拾って、危ない、ない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 、おー、危ないわ、すごいね、あ、こういうとこですよね、心拍、一瞬心拍が150を超えた感じです、私。さあそして小口選手、うまい、うん、あ、いいですね。さあそして今度23が逆にカウンターです、ここから行こう、そう、前行こう、前行こう、ここ速攻行きたいね、相手のディフェンスが揃う前に、負けてるから、そう、うまい、あ、いい、ああ、いか、そうね、ユーマがちょっと外にいすぎたことに、そうですね、うん、今の場面で分かったけど、やっぱりトーチともほら、攻めるとき人数かけるじゃない、うん、そうすると向こうのディフェンスが甘くなるから、その裏抜けだよね、あ、
宮さんから JFL は明日三重ダービーだそうです。あ、そうなんですか。あ、それも結構盛り上がってるんじゃん。関西リーグも今すごいんでしょう、順位が拮抗してて。まあ、巷ではね、前者の対戦カードが発表になって皆さんウキウキの人もいるかもしれないですけど、全然ウキウキじゃない。私的にはそんなことは今年なかったことになってますんでね。前者って何ですかみたいな。出ちゃったコーナーキック。ちょっと今この時間ね、23が劣勢になってますんでね、はい、我慢の時間帯な感じですね。一回落ち着きたいですね。そうですね、コーナーキックはポチタです、はい、タイムがあるならタイムしたい。さあ後半まもなく35分になるところです。現在東方チタニウム1点リード、東京 23FC 1対0ですね。コーナーキック、ここでもすごい注意しましょうね。左足ゴールにこう巻いてくるボールですね。ファーサイドちょっと蹴りミスかな。守備しにくいところにポジションしてますね。通したクロス、いや怖いですね、うん、本当に。今ちょっとなかなか狡猾なプレーするね、はい、こう視野を隠したりとか、さあ内藤健太、タッペ、宮田和也、ぜひねこのセットのところでね同点まで追いついていきたいですね。宮田和也、田辺、あ、柴田裏抜け、田辺も裏抜け、加藤、ユージ頑張れ。今ユージが逆にゲーム作ってますね。和也、タッペ、タッペ前向いた、左の柴田、田辺、タッペ、和也、タッペ、縦がいけるか、縦、おー来た、宮、加藤裕二、面白い、うん、あー、でも誰か倒れたのは早手かな、今ちょっと今すごい声でしたね。カズヤ、その前に手ゲーム止めてます、そうね、ちょっと今のはないかな、うん、顔に当たった感じかな、うん、あやてですかね、うん、相手5番の選手が誤っていましたね、はい、清水光がレフリーにもうちょっと怪我があるんでちゃんと取ってほしいというようなこと言ってますね。あやても手叩いてますね、大丈夫です。今日は主審は高柳さん、副審は八谷さん、本田さん、第4審判は佐藤さんでね、ゲームをコントロールしています。さあボールをドロップして、ここからゲームスタート。前半の38分になるところです。内藤健太、市川優馬がこういう時しれっとうまく入ってくるんですよね。優馬のあのこっそり上がってるところいいですよね。多分あの7番の小口選手とさ、ポジションのこう奪い合いなんだと思うんだよね、はい、上下動の。いけ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 、タッペが前から行く、うん、お今いいですね。内藤健太ディフェンスラインぐいっと押し上げました。毒針持ってどこまで行くんですかね。毒針持ってもう最前線まで行ったね。一旦落として竜兵、あ、いいですよこれ。早手、おお早い、清水からシュート。あのぐらいの早い縦パスを入れないともうシュートチャンスないね。ゆるっとしたパスだとやっぱり相手がもう締めちゃうね。うん、さすがですね、うん、やっぱり硬いあの守備が、あと強い。止まってます。あ、じゃあ私が止まってるだけです。まあ、東北さんも深追いするところと安全第一でやるところくっきり分けてますね。
さあそして毒針が、毒針じゃない、内藤健太が毒針を持って相手に来て、さあそして今度は和也が左、和也中に入っていく、もともとボランチが本業ですからね、和也選手この辺うまいですね。柴田隼人、龍平、龍平ボールタッチすごいね、おーうまい、あー柴田、ドッジボール、いやいや、あい、あ23ボールですね、はい、そりゃそうですよね。さあボールをちゃんと置くようにということでレフリーですね。さあここでゲームスタートいたします。龍平、和也、カッペから柴田ですね、左に開いていた柴田を中に入っていく、右か縦につけてきた早手、柴田、龍平、カッペ、柴田、タッペ、すごいね、紫の人たちがわらわら寄ってくるよ。カッペ友人打てるか、シュート、今日初めてのシュートらしい、シュートはそうです、ね、背番号18番加藤友人ですね、前半のもう40分になるってことはやっぱりああいう枠内をちゃんとシュート打ってる場面がなかったってことはそれだけ東北の守備がね機能してるってことでしょうね。内藤健太、和也、なかなかこのハーフウェイラインよりも向こう側に行くといきなりこう、うわいっぱいいるってなりますよね。いっぱいいるよね、確かに、うわ、紫いっぱいいるってなっちゃうね。よくでも破綻しないね、すごいよ、おーワンツー、あ清水光が面白いボールの奪い方、あマイボールでしたね、おーよかった、相手のディフェンスがやっぱりナイスですね、その引っ張ってたってことですよね、きっとね、まあ、その前ですか ね、まあ、ね、その前にもらったんですね、そうですね、あの加藤雄二へのプレーかね、うんうんうん、まあ、あの手この手使って23のこう攻撃のね、はい、あのこう今日のキッカーは誰だ、推進力奪いますね、さ あれはタッペかな、あ龍平がボールを置いてますね、龍平です、手前にシレット立ってるのがタッペ、あでもきっと早手が来たかな、うん、そう最近早手が蹴るのが面白いんで、すごいプレスキックやっぱ早手うまいですからね、はい、この前すごいのあれで、ね、栃木シティ戦だっけ、はい、まあ、入んなかったけど、早手右足、うん、面白い、加藤雄二、内藤健太戻す、どうしたクリア、いや取られちゃいました、うちが、あこれは相手ボールね、加藤雄二ですね、加藤雄二のファールということでね、はいはい、前半43分になるところですね、早いですね、早い早い、皆さんどうでしょう、 YouTube 楽しんでらっしゃいます、実況隊はすごく楽しんでます。それは2000久しぶりだからじゃないですか。そうですね、やっぱ目にしみるね、こう選手見てないから、柴田が右にいるっていう、じゃあ左にいるっていうね、この衝撃は本当に選手はすごい衝撃だったんだ、なんかこうちょっと窮屈そうな感じが面白いんだね、柴田も。さあここ注意ですね、前からプレスをかける、おお、タッペじゃねえ、ごめんなさい、加藤雄二、柴田、おお、縦に出てきた、加藤雄二、清水光、拾ったのはタッペ、もう一回縦、加藤雄二、タッペ、お戻ってきた、また雄二、柴田が今度中、早手、あこれ、ピンチですね、マイボールですね。松尾まさき選手30番がやっぱ効いてますね、前線でね、松尾さんはどういう部署でどういう仕事してるんだろうな、和也、早手は2人ぐらい来た、龍平、おお裏抜け、誰がしたか、誰を抜かしたかったのかな、龍平、さあ時間を消化する投手ですね、あの雲の隙間から太陽が、顔を出してちょうどピッチの左側をね今直射日光で当ててますね、東地田の方に行けば行くほど暑くなるということです。さあ長いボール、和也、
高いボール、市川優馬がボールを競る、加藤雄二、うん、相手17番が飛ばなかったということでファウルになりました。清水光がボールを競ってすぐにリスタート、大輝、内藤健太、おお面白い、柴田自分で言っちゃう、笑っちゃうドリブルで、あいいですね、はやて、おさあ前後竜兵、内藤健太がここにいるね、はい、市川優馬、大輝、和也、竜兵、竜兵のターンなんかもよく向こう研究してますね。アディショナルタイムは2分です、はい、あ2分ありがとうございます、はい、2分追加されました。内藤健太、和也、おー突きたい、早て早てターンしてボールを前向いた、頼む、おー竜兵裏向け、さあ柴田どうする、レインボーベルトを当てた、あー惜しい、うん、いや今のいいと思いますよ、あのうん、相手がもう柴田右足だけだと思ってそういうディフェンスしてきてるからね、ですよね、うん、もうあの読まれてる、今の左足だから、うん、その窮屈さをさ剥がすためのね、うん、クロス、あのクロスボールみたいな感じですね、あ試合見れるの嬉しい、実況も最高って言ってます、ね、ありがとうございます、あ喜んでいただけて光栄です、ね、東方チタニウム対東京日産市、現在前半の45分過ぎてアディショナルタイム2分追加でした、ね、そうですね、あと1分ぐらいですかね、はい、現在1対0で、先にリードしてるのが東方チタニウム、はい、あ何が起こった、んなんか怒られてますね、あ30番対もうずっとやってますからね、30番いろんな選手と、うん、面白いな、そうやって考えるとタッペイがさ30番の腹を掴んでるんですよ、ほらほらほら、あいつも結構あの人が嫌がること好きな選手だからね、はい、その後ろから打撃が行くって超すごいな、あの2人は、うん、あでもやっぱ小口選手うまいね、うちでいう生えてみたいなプレースタイルですね、いや取った、うまい、頑張れ、うん、最後山本明俊を足してるのかな、あーで今度右からだ、行こうか、ユージ、ユージ、これチャンスだ、さあユージ、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 長い距離走る、クロスボール、ちょっと迷っちゃった感じかな、そうですね、はい、ここで前半のね、45分がなりましたね、ホイッスルがなりました、前半は1対0でね、折り返しという、今茅ヶ崎からの、中継でございます。さあ2022年9月3日柳島スポーツ公園総合競技場からお送りしておりますね、関東リーグの後期第6節東方チタニウム対東京 23FC は、1対0でね、東方チタニウムがリードしてハーフタイムを迎えました、はいはい、前半17分ですね、あの東北がこう3人ぐらいのコンビネーションでね、23のペナルティーエリアの中に入りましてね、はい、クロスの動きでこ う, うちのディフェンスを釣った上で、一番左側のファーから上がってきた7番小口大輝選手がね、素晴らしいシュートを決めてね、敵ながらあっぱれ、見事なゴールでしたね、1対0、二条さんもね相当優位にゲームを進めてるんですけど、やっぱ東北 の, あのペナルティーエリアの中にいるこう密集度というかね、ちょっとあの日立ビルを思わせるような、さすが企業チーム、企業チーム、あの、はい、抜かりはないぜって感じね、はい、漏れのないディフェンスをしてきますけれども、硬くていいチームですね、うん、僕の印象だと加藤選手のさっきの、ね、シュートぐらいしか今日なんかシュートらしいシュートがまだできてないような気がしますけど、うん、全然ゴールキーパー触ってないですもんね、そうですよね、マリさんどうですか前半の感想は、うん、でもこういう中でこそ頑張ってほしいんで後半楽しみですね、うんうん、はい、そうですね、はい、一旦、ツイキャスの方はお休みさせていただいて、5分後ぐらいに、ね、また戻ってきますので、皆さん YouTube のはそのまま置いておきますので、はい、どうぞコメントで皆さん遊んでください、はいはい、今田尻さんから小松さん頑張れ、実況聞きやすくて楽しいですって来てるんで、 ありがとうございます、はい、そうですね、じゃあこれ中継のマイクこのまま生かして周辺を拾ってきます、はい、はい、気をつけます、アッキー大丈夫かな、
暑いですね。結構日が出ると本当に全然温度が違う。いやー頑張ってほしいですね。ちょっとじゃあこの間に作っていこうかな。大丈夫？暑い。暑い。暑い。意外と暑い。休憩してた方がいいんじゃない？意外と暑い。秋、このまま病院かな？今日は順位表とかないよね。あ、ありますよ。あるの？はい。なので今ちょっと用意しておきました。はい。できたらお願いします。順位表今出てます。はい、ツイキャスもね、またスタートしています。はい、よいしょ。さあ、ふるさと東京とね、地元フットボールを愛する皆さん、そしてふるさと茅ヶ崎とね、地元のサッカーをね、応援している皆さん、 YouTube を楽しみいただけてたら嬉しいなと思いますね。はい、はい、2022年9月3日場所柳島スポーツ公園総合競技場ですね、はい、茅ヶ崎でございます。はい、関東リーグの後期第6節ということで、はい、東方チタニウムと東京ニュース FC のゲームを今ご覧いただいております。関東リーグの後期第6節、はい、もう6節なんだね。そうなんですよ、あっという間に終わっちゃうね。はい、現在1対0でね、東チタがね、先制してリードしているところを迎えて今ハーフタイムの最中ですね。さあ、画面の方ねご覧いただきましょう。今関東リーグの順位がこんな感じで並んでますね、はい、前節終わったところまでということで、1位はね栃木シティ FC ということで勝ち点30、2位に後をつけます東京23 FC が26でね、はい、栃木シティが14、あの試合数14で、うちちょっと1試合まで足りてないんでね、はい、伸びしろがもう向こうよりプラス3つあるかなって感じです。それから3位東京ユナイテッドが、同じく13試合の消化で勝ち点25ということで、まあ、うちとほぼ互角というか並んでいるような状況でしょうかね。はい、4位はボンズ市原19、5位ジョイフルホンダつくばが17、はい、6位ブルーベックオレスが16、7位が、ね、琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎が16という、先週でも、ね、ドラゴンズってやったけど順位関係ないね。うん、非常にいいサッカーしてましたね。ここにすごい将来伸びるんだろうなみたいな選手がいっぱいいました。そして8位が、現在対戦している東方チタニウムで、勝ち点が13ということで、ここの前節のエスペランサの逆転勝利でね、一気にこう最下位から上に上がってきましてね、はい、そして南葛 SC が9位で13、エスペランサ SC が、12で今10位ということで、南葛が14試合消化で、トーチタとエスペランサが13-13なんでね、ちょっとトーチタとエスペランサがチャンスかなって感じでしょうかね。もう一回直接じゃないですか、そこも。そうです、そうなんですよ。まあ、関東一部残留争いもね激しくなってますけれども、なんとか下2つからね逃れたいというのがね、この辺のね前に経験あるからね、うちもね、はい、はい、その時の最後の試合がトーチタだったなっていうのが、そうでしたね、はい、記憶にあります。まあ、本当東方チタニウムさんともね縁があってね、いろんなところでこうやばい時に必ず会うんですけどね、はい、今回も、まあ、23はね優勝をこうしなければ、次に進めないということで、皆さんチーム一丸となってね、スタッフと、ファンの皆さん、サポーターの皆さん、そして、はい、スポンサーの皆さんもね一丸となっていますけれども、はい、今日もこの後ね後半どういうふうに戦って逆転をするか、そのなんていうのかな、手順をぜひねお楽しみいただければと思います。
さあ23的にまあ、ちょっと PR をいくつかしとこうかと思うんですけれども、今日の東知多戦が終わるとですね、9月11日はアウェーでボンズ市原戦があります、はいはい、ZA オリプリですね。そしてその後9月14日ですね、平日の水曜日6時半から、東京23 FC と東京ユナイテッドの試合が江戸陸で行われます。関東リーグ後期4節の延期分になったもの、中止になったものが延期分ということでね、平日の水曜日ということでね、地元の方中心になると思いますけど、ぜひお越しになられる方は来て応援してください。本当にこの試合大事な試合だと思います。おそらくワールドカップの準決勝みたいな感じの大事な試合になりますね。さあそしてその、5日後か、はい、月曜日なんですけど、9月19日夕方5時半から、東京 23FC と隣お隣ですね、葛飾区の南葛 SC が、ね、対戦します。これも江戸陸です。はい、江戸川区 VS 葛飾区ということでね、はい、ぜひ両区の区長に来てもらってですね、マイクパフォーマンスで煽り合ってほしいなと思うんですけれども、そういう企画を多分チームに挙げても却下されるだろうなと思いますけどもね隣町ダービーということでね、非常に盛り上がる一戦となります。今のところね、勝った方が先に命名権もらえるということで、はい、江戸川葛飾隣町ダービーというふうに、名乗っています。葛飾区もそう名乗らなければいけないということでね、これ南葛が勝つとですね、それがひっくり返るということで、うちらもねぜひ、はい、守りきりましょう。そうです。でこの試合非常に大事なことがありまして、はい、私たちのね、レジェンド、背番号8番、はい、渡辺隆人選手が、はい、今シーズン限りでね、現役引退を表明しておりまして、はい、この江戸陸の最終節ファイナル江戸陸でですね、はい、試合後に、隆人選手のね引退セレモニーをしたいと思います。今考えております、はい、ぜひ、ね、勝って、ね、祝福の中で、タカ選手を、ね、まあ、のセレモニーと祝って、ね、タイガーの引退を祝ってあげたいなと思うんですけれども、はい、皆さんぜひ、ね、そういうのもありますので、ね、江戸陸にお越しいただければと思います。はい、9月の19日ですね、はい、今チケット絶賛クラブの方で発売中でございます、はい、あといろいろ、ね、工夫して例えば洋服うまくコーディネートすると安く入れるとかありますのでね、はい、クラブの公式ツイッターとかホームページをご覧ください。はい、またチラシも配り始めるみたいなので、チラシ配りね、はい、チラシ持ってくると思ってきます。でなんかさっきちょっと聞いたけど、はい、タカ選手のセレモニーに合わせたグッズが発売される。そうみたいですね、 T シャツを作ってます。なんか密かに絵見てなかった、さっき、はい、さっきごめんなさい、先に覗き込んで見せてもらっちゃいました。はい、タカ選手の引退記念というかね、まあ祝、うん、感謝の気持ちを込めた T シャツが限定数で発売になるということで、はい、一応実況体分は3枚無理やり確保させていただいたんですけど、数がそんなにないみたいなんでね、皆さん早めに動いた方がいいと思います。はい、特にタカ選手のね、ご家族ご親戚とか友人の皆さん、これ本当関東リーグで引退してね時にこんなグッズが出る選手ってそういないですからね。でしょうね、うん、まあ、それだけのことを高瀬選手がしてくれてる、ね、ね、東京23といえばみたいな選手でしたからね、ミスター23みたいな選手ですから、ね、はい、でちょっとそうでね、販売の方はね基本的に江戸陸のこの9月の19日の会場で販売されるということなんですけど、はい、ちょっと枚数が本当全然読めなくて、はい、私さっきプロデューサーの方に聞いたら結構限定数数限られてるんで、はい、もしどうしても欲しいっていう方はね、なんでパラグアエルさんはずっ と, と鳥を取ってるずっと鷹だから宝だ、そういうこと偶然鷹だから鷹、ピッチの上今鷹が飛んでるんですけど、そうさっきずっと飛んでたんですよねそういうことか、鷹さんの鷹わかんないけどねということでね、高人選手引退記念 T シャツね、はい、皆さんぜひクラブの方からそのうちリリース出ると思いますけど、本当に欲しい人ぜひ予約してください。はい、多分圧倒的に足りなくなると思いますんでね、2300円って言ってたよね、お手頃価格で発売しますんでね、よろしくお願いします。さあ、23の選手がピッチに上がってきました。さあ後半はね、また激しい試合になると思います。皆さんぜひ後半も YouTube で、関東リーグをお楽しみください。うん、頼むわ、本当に頼むよ。
はないですかね。さあ今ピッチをね横断している白のユニフォームが東京23市、そして栃田の選手たちは今ベンチの前でねみんなでこう話し合ってますね。朝の朝礼みたいな感じですね。ヒカルが出てこないからちょっとびっくりしちゃいましたけど、ちょっとピッチ日差し強くなってきたね。そうですね、うん、ちょっと上雲が なくなってきました、ね。23はパッと見交代選手いませんね。そうですね、うん、さあ勝手に実況隊がお送りしております東京23、はい、マジェ TV アンドレディオ2022年9月3日土曜日、柳島スポーツ公園総合競技場ですね、神奈川県茅ヶ崎市からお送りしております。関東リーグ後期第6節東方チタニウム、対、東京 23FC は東京都江戸川区のクラブですね、はい。前半は1対0で折り返して1点ビハインドを追いかける東京 23FC は白のユニフォームです。今度エンド変わりますね。向かってカメラから左側にエンドを取るのが東京 23FC です、はい。そして今度は右側にエンドを構える紫のユニフォームが東方チタニウムサッカー部。両チームねロッカールームでねどんなこう話し合いをしたのかすごい楽しみですね。はい、あ、スモアさん水曜日は半球釣りますって言ってました。ありがとうございます。一緒に応援しよう。無料試合のようでってミヤさんにも言われてます。いやすごい試合になると思うよ。なんて言ったの試合は。いやもともといつもすごいですからね、バチバチな感じなので、うん、そう今年のカントリーグの優勝に本当にこう影響する三つどもえのうちの一つですからね。さあ間もなく、後半の45分です。トーチタは入り方っていうね、佐野監督が言ってましたね。23小松監督は腰に手を当てて、また左にすごい寄って、選手たちがこう声をかけ、あ、楽しめそうだね。それはそうだね。楽しんだ方が強いよね、サッカーってね、うん、はい、本当に前向きに、そうね、いい言葉ですね。言葉にするってすごい大事なんだよね、本当にね、うん。さあ後半がスタートいたしました。後半の45分です、はい。さあ東京 23FC が一旦左に、ね、開いている加藤裕二、そして清水光、はい、タッチラインを割ってたということでね、どちらのスローインとなりました。さあどっちがね後半早々ペースを握るかね。そうですね、うん、ここからですね。23は前半と並びは、ね、いいね、変わらないですね。あ、早手ターンして左に一旦送りましたね。これは田辺、はい、柴田ですね。柴田がさあ笑っちゃうか、時々しゃっくりするみたいな感じのね、あのアクセントの付け方しますね。宮田和也、大木達平にですね、大輝、あ、ちょっと前に前荷重すぎたかな、大輝裏を取られてます。お、あ、ここは大輝でした、失礼いたしました。あ、そう、大輝はもう取り切ってるのがすごいな。これ宮田和也ですね。さあ今度はこれは龍平かな、はい、はい、柴田、はい、おー、グラウンド面白いね。柴田隼人が、あ、柴田隼人じゃない、マジしちゃったでしょ。2人一緒になっちゃった。小林隼人ね。宮田和也、柴田、あ、違う違う、龍平ですね。龍平、もうポジション変えるよお前ら、もう分かんねえよ。すいません、すいません。はい、大輝、大輝、内藤健太、自分でヘディングして自分で追いに行く大輝。新しいキャラができました、はい、タッペ、市川優馬、タッペ、あ、いいボール、加藤裕二、加藤裕二がちょっと左からチャンス作ってますね。市川優馬、さあ大輝まで一旦ボールを戻しています。村上、あ、坂上大輝、龍平、おー、いや面白い、あ、今面白かった。
あの竜兵のちょっと非凡な縦パスも気持ち悪くていいですね。うん、さあコーナーキック取りました。今市川優真本当にいい判断でしたね。さあ後半の3分にこれからなるところ、さあここぜひね決めたいですね。メタルには毒針、うん、別に内藤健太以外が毒針持ってもいいんだよ、加藤とかね。はい、なんか言ってるな光る。さあ小林隼人右足でねゴールからこう離れていくような弾道、コーナーキックファーサイド折り返し内藤健太、うん、来たシュート決まったー、ゴール清水光る素晴らしいボレーオーバーヘッド気味、おおこの光るはかっこいい、やばいよ今のは。ちょっと今いや来ましたね、やばい、ちょっと俺記憶が飛んじまったよ。光るです、コーナーキックから折り返したのは、折り返したの誰だろう、多分ね内藤健太だと思うんだよね。さあ得点1対1追いつきましたね東京23市。さあそして柴田いいトラップ、柴田いけ柴田いっちまえ柴田おいい、おいいクロスボール、ちょっと今虹色がかかり始めたな、はい、ちょっと見えましたね。さあで前ボール、よくやったよくやった、切り替え切り替え切り替え、いい時間をこれ坂上大輝、いいプレーでしたね。ディフェンス23ね、あの後半からご覧の皆さんにお伝えしましょう。はい、大石文也ゴールキーパーですね。3バックは内藤健太が真ん中、右が坂上大輝、左が宮田和也ですね。右のウイングに、市川優真、左のウイングに柴田隼人、中盤はボランチですね、沖田ペとあとは竜兵ですね、田辺竜兵、3トップ真ん中が清水光、はい、今右が柴田、あ右が加藤裕二で、はい、左側に早手が入ってますね、小林早手です。まあ、この辺はねどんどん変わるからね。そうですね。さあ当時今同点にね、そうですね、ちょっと今焦ってますよね、うん、少しこう自陣でこう引きこもってたのが前に出てきましたね、はい、うちは今度、まあ、さあ早手また落ち着いて宮田和也、内藤一個飛ばしで大輝、内藤に戻りますね、はい、3バックの真ん中です、大輝先生、タッペがこう接着剤みたいにねボールをつなげて、あのパスをつなげてますね、タッペがここにいると今なんか気づきある、大丈夫、うん、大輝もう大輝1枚剥がした、うん、ワンツーか、うん、面白い、まだある加藤、おお、いい時間になった、すごい、よしよしよし、柴田だ、こういう時は柴田だ、いいっすね、龍一面白、龍平、うん、龍平と早田、タッペを一瞬間に見分ける方法がなんかないから、どっちか髪の毛色染めてくんねえかな。え、龍平の方がちょっとふわっとしてます、うん、さあそして小口選手です、あ小口対ユーマ、いいね、ユーマ頑張れ、いいんだいいんだよ、 PK 気をつけよう、そうそう、よし、いやこれも見どころですね、ユーマ対小口選手、小口選手はトーチタのオレンジ色のスパイクですね、前半1点を入れた選手、非常にアグレッシブないい選手ですね、そうですね、あそこ止めたいですね、ね、いや昔バルサ好きだった人知ってるかもしれないけど、ルイス・エンリケって選手がいてね、俺本当ユーマ選手見てると往年のルイス・エンリケを思い出しちゃうんですけど、ちょっとクラシカルな話なんで誰も興味ないだろうな、はい、さあコーナーキックはお大事に、はい、トーチタです、右足ファーサイド、うおうまい、光栄なシュート、いないね、かないね、13番の選手がねミドルから押し込んできましたね、枠の外ギリギリ、タイミングいいタイミングでしたね、でしたね、あ来るか、来たよ、来るか、うちのちょっとなんか選手交代の雰囲気が23出てきましたね、早手が今下がってねボールを取りきました、
坂の上大輝大きくサイドを変えて、これ面白いとしてたのがオフサイドでしたね。体はみ出てましたね。ツイキャスの方にコメント来てましたね、はい、柴田勝人さん本当に点で合わせるのがうまい光るということでね、本当でしたね。いやあれは本当に、いやゴールアップの喜び方も、はい、すごかったね、柴田勝人ね、うん、いやでも本当にすごい久しぶりだったんで、うん、ゴール決めたの、あの強烈なマークの中で点取るってすごいな。さあ1対1、ただこの前の、ね、ドラゴンズ戦もマリさんはそうでしたけど、はい、今まだ引き分けですから ね、 そうですね、勝っても、ね、勝ち点2失いマークしますから、もう1点を入れないといけない。仕方、おお、いいね、うん、おお、すごい、ないよないよ、うん、いやあれもね、怒らせるための、ね、テクニックですから皆さんこういうのがサッカーの楽しいところです。汚いですよね、本当にと思うやつ、ね、いやいいプレーだよ本当、松尾選手、おー、一見柴田前向ける、おー、惜しい、ちょっとなんか柴田がさ振り切ったというかさ、なんかこう、そうですね、行きましたよね、きちんとやろうって、ね、やめた感じがするんだよねきちんとやろうやっぱり俺らしくやらないとダメだなみたいなね、なんかね、左サイドほら綺麗にかっこよく決めなきゃいけないのかなって思うけど、そう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 、そうじゃなくていいんだよっていうのを柴田がね、そう、あ、加藤雄志、あ、これ、おー、出した、うん、コーナーキック、あーと、スローインですね、はい、そうですね、考えたらうちはあんまりロングスローをやる選手いないね、そうですね、うん、まあでもそれがチャンスになるかどうかっていうのを考えたら、そうだね、あ、まあ、真ん中で合わせることもないしね、はい、柴田選手スローインです、光る、一旦戻した、和也から龍平、市川優馬、この辺からねプレス早いんでね、もう7番の選手だ、市川優馬、ずーっと優馬ですよ、ずーっと優馬、もうなんかこうそんなに嫌いですかみたいな、そうなんかね、あの2人喧嘩してるみたいに見えるの、15番と7番、東下の7番ね、キャプテンマーク、23の15番ね、ちょっと挑発っぽい渋谷系のね感じの人ですけどちょっとチーム入ってたなーみたいな、昔いいやつなんですよ、すごいいいやつ、すごいいいやつなんですよ、いや、うまいな、今の内藤健太負けないっすね。さあ、そしてその、市川が今そのまま前線残ってました。あ、これ、ウォームネトラップ加藤雄二、早手、これ押し出たいや今すごかったね、よく止めたね、トーチタマネ、早手のタイミング、ほんとすごかったぞ。しかし、ほんとうちの選手ってみんな個性あるよね、龍平、龍平って本当にパス出すときに絶対見ないですよね。ああ確かに。柴田、あ違った、早手、はい、早田と早手が混じっちゃう。ああ縦パス。美味しいです、うん。今でも柴田がオフサイドポジションにいましたね。龍平、うん。関わらなければいいんで。うわ来た。もう30番対大輝、あ大輝さんして内藤健太。市川優馬、おお、いいボールの追い方、早いね、柴田、おお、ファウルはない、早手じゃないですか、あ、柴田ですね、また早手、ちょっと今足入っちゃった、ごめんなさい、これレフリーは向こうですね、はい、足の裏を見せたような感じかな、ちょっと、はい、そんなことないんですね、早手何かシュールが出てますね、まあ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 、まあ、ここで怒ってもしょうがないんで、まだ一体うちらはほら得点するのがね、うち反動とかもね取られないチームですから、ああそうですね、そうそうそういつまで言ってんだよ、ね、忘れるよ、あれずっと言い続けると思いますそうだね、はい、まあそういうこともあるんだよ、はい、いや投げやりになりましたね今そうね、ブラジルさん今放棄されましたいや最悪俺いなくなっても実況できる人ができたからさいつでもやめられるなと思ってさ試合途中いなくなると選手交代ってダメ、実況対実況対選手交代、後半12分、ブラジルから回りでもやっぱ前からポジション変わるだけだから、うん、交代はできないですよ、いや俺トイレ行ったまま帰ってこないです、あっちの方で見て、それなんか交代じゃなくてあれじゃないですか、退場じゃないですか、かそうかじゃあ次節退場になっちゃうからそれは辛いな、あ裏取ったぞ、清水光る、25番の手の使い方うまいな、そうですね、うん、
清水くん、あ、面白いぞ、竜兵ユーマ、ワンツー、裏抜けしてたのは柴田か。おお、面白い。もう満身創痍でな、清水光る柴田いいね、あの柴田のさ、しつこさ、あれがコーナー結構取ってますけど、それって足をつっちゃったのかな、柴田右足今かかと伸ばしてましたね。どうなんでしょう、柴田選手って足つりやすいタイプなんですかね。あの製造責任者の方も製造責任者 いつもと逆のねサイドでね、そうそうそう、きっとね多分かかる負荷が見ると一人で決まっちゃうんですかね。来ますよ。あと選手交代、一気に3枚替えですね。別のチームになっちゃうような感じですね。今選手交代の準備で、まあ、ジョニーとヒデとあと黒か、はい、だからもう左サイドを変えるって感じですよね。あ、また新しいあのジョニクロ、ジョニクロ、ちょっとこれは相手にしたら嫌だろうね、いきなり左が。しかもあ、面白い、うわ、柴田、なんだそれ、柴田来た、柴田、うわー、そう、君はこういうプレーをしなきゃだよ、柴田選手、うん、分かります。ちょっとまた左にこう開眼してきたね、うん、そうですね、なんか新しい柴田が見ると面白いですよね。そうそう、ニュー柴田、うまい。さあ中盤でつないで立って、早ってボール隠すの前ね、細かいボールタッチうまいんだよね、早って。さあそして和也、おお、柴田を使う、柴田いい気になって、柴田やっちまえ、柴田いいんだよ、柴田、はい、柴田は乗った方がいいですからね。そう、乗った方がこうボール触ってね、動いてる、走ってるうちになんか気づくんだよね。どう立てます、惜しい、もう一回もう一回もう一回、タッペの焦る心をちょっとフミヤがね、はい、落ち着かせましたね。縦パスって危険なんだよね、ある意味ね。大輝、さあ、タッペ、竜兵、ワンツーでもらえるかな。あ、うまく相手の17番引っ張ってスペース作って、ね、そこに入ってきた。うまい。市川優馬、おお、来たぞ。大輝、うおー、もう一回クロス。うわ、たまい。相手に当たったクロスボールがね、あの中下の5番に当たって、 そのままゴールライン割りそうになったんでね、ボールを見送りましたね。ここで交代です。さあここで3人がいっぺんに交代ですね。代わりに入るのは飯島秀、そうですね、長谷光輝、黒石川明、出るのが26、早手と、はい、加藤雄二とあと柴田隼人、はい、柴田ありがとう。3人同時うまく器用にこう番号を見せましたね、うん、交代のあの第4の瞬間。いやー、そこでジョニー入ってすぐにコーナーキック見せますね。なかなかこの3人同時交代ってのは面白いですね、はい、ゆうじお疲れ。実況交代しないでくださいって言われました。あ、そうですか。すみません、交代しないです、大丈夫です。いやいや、そんなことコーナーキック、おー、キーパーはパンチング、まだあるよ、まだあるよ、まだあるよ、いけ、あー、来た、いけ、黒石か、この時間クイックな選手で逆にやだろな。クロスボール、おー、すげえ、シュート、おーし、今のはタッペ、すごい切り返しでしたね。今の切り返しすごいっすね。なんだあいつ、さすが静学といってそうだね、細かいところ、ヒデが入るとヒデが一番真ん中ってことですね。そうですね、3トップの前にヒデがいて、はい、で光がちょっと自由になるってことかな。そうですね、左側には光が入って、はい、右側に入ってるのがジョニーですね。まあちょっと光に自由な環境を与えようとしてるのかな。あ、これチャンス、あ、これいいぞ、うまいな。さあ、いや、これはもう23、ね、黒、はい、さあジョニーに一旦渡した、皇帝ジョニー、さあ右左、お、抜いた、クロスボール、おー、かっこいいな、なんで抜けるの、一回止まってんのに。うわ、
なんかフランス代表のプラティニみたい、ジョニー。ジョニーはさあ、ジョニーシャンパンの香りがするようなすごいサッカーをしてますね。さあコーナーキックです。ぜひここで逆転をしたいね。もう1点入れれば相手の心折れる。コーナーキック、うん、あー来た。さあシュートクロー、惜しいね。左のね遠目から打ってきましたがね、ちょっとボールの中央を捉えきれず、その前の黒大きく逸れてきましたね。後半の18分。さあ、勝手に実況隊がお送りしております。東京23マジで TV& レディオ2022年9月3日、柳島スポーツ公園総合、競技場からねお送りしております。サッカー関東リーグですね、はい。東方地谷運対東京23 C は今1対1ですね、はい。同点の状況でございます。勝たなきゃいけないんでね、あと1点取らないといけないんですよ。前半17分に到着したのね、小口選手が先制点を決めてリードしました。先制点を決めましたね。そして後半の3分に東京ニュース FC がコーナーキックからね、はい、清水光選手の素晴らしいボレーでね、はい、折り返しをボレーしたような感じでしたけど、胸トラップが間に挟まっている気がするな。ちょっとこの辺はダイジェストね、荒木さんのダイジェスト楽しみにしてください。うまいな。エスペランサ戦もね、後半ね、ああいうようなね、きついですね。ペナマ、ペナ中でね、すごい細かいパス交換でね、チャンス作ってんだよ。トーチタ、ほんとうまいよ。はい。あ、これマイボールにしたい。ちょっとリュウちゃんしてもらってんな。ちょっとトーチタのね、このパスの時間帯になってる。そうですね、うまいですね。よっしゃ、大輝。取り切れ、取り切れ。おー、なかった。おー。すごい。あ、トシタ選手交代ですね。30番と28番がイン、そして13番があると2番がインですね。10番いなくなるのはいいですね、うん。でもこのただこの2番の時は選手ディフェンダーですけど、得点3点上げてますから、2番の選手が出てきたってことは、はい、あの最後のアルビレックス新潟シンガポールの選手ですね。あ、そうですか、はい。2番の選手非常にね、得点力のある選手なんでね、はい、トチタは全然これ勝ちに来てます。そうでしょうね、はい、そりゃそうですよね。さあ吹っ飛ばされたヒデ選手、ファールを取って東京 23C のフリーキックです。後半の20分になると、内藤健太がさ叫ぶ、はい、タッペイじわじわボールを動かして、宮田和也左にボールを動かしましたね。そしてジョニー引っ張ってるよ、ジョニークロスボール、ヒデ今度は来てニアで合わせましたね。前回はジョニーからヒデのファーでしたね。ファーだったんですけど、今日はニアかもしれないですね。いや、あの二人入るとあれですね、すごい面白い。ジョニーとヒデ、今ちょっとああいうのをつなぎたい。ちょっとこう高度なところでね、お互いの位置関係をね、そうそう、確認し合ってる感じですよ。あのなんてプロ同士の会話みたいなね。そう、ちょっと違うんですよね。あれだろ、そうそう、あれあれあれみたいな感じの。おー、いいサイズチェンジ。そして7番小口選手、あ、縦にスーッと抜けましたね。さあ後ろからどんどん上がってくる投手。これ逆にボール取るとね、23すごいチャンスになりますね。そして左からボールをロストしないように丁寧にゲームを作っています。さあ5番まで一旦戻した。さあそしてヒデがこの勢いで走るという、ここで23の最終ラインがずるずるぐいぐ い,、ね、ここぐいぐい上げてきましたね。さあ縦ボール、さあ前ボールにした、これチャンスですね。一旦右にずらして、黒です、あ、光です。うわー、ヒデにうまい、もう落とす、ヒデキープ。行きたい、ユーマ。さあユーマ、市川優馬が右中にいて、タッペー、優馬抜けきるか、ポンと抜けるか。おお、相手に当ててスローインを取ってますね、うん。監督すごいですね。こちらは監督さん、アシスタントコーチの人が何かなんか行きますね。もしかしたらロングじゃないですか。あ、ロングスロー、はい。あ、ちょっとこれいいですね。市川優馬のロングスローですと見せかけて、実はタッペイがショートコーナーショートコーナーみたいに取りに行くみたいなね。いやいや、やるんで、ドリブルして、あ、ロングスロー来たー。あ、打てる、
黒ですね、かっこいいですね、やっぱり、うん、市川選手も結構あのパンツの太ももを上げますね、はい、昔ああいうゴールキーパーがいましたね、うちにね、太ももを見せ派の吉田ですねそかよく覚えてよし出てこなかったよ、よしですよ、あーすごい、今のすごいボールだったけど大丈夫かな、本人痛そうだけど、やばいやばい、また肩とかだったら本当に一回外してるから、ああそうだね、うん、さあフリーキックはどちらです、8番の選手がね蹴ります、はい、城ヶ滝智樹選手、両手を上げてどういう意味だろう、ファーサイドに狙って折り返しでしょうね、折り返しヘディング、おお強い、叩きつけるようなヘディング、トーチタの選手は今ハンドを用意して主張してます、あこれ黒かな、あれファール取らないんだ、なんで今日やっぱファール、あのフィジカルコンタクトに結構あの緩い感じですね、そうですね、でもちょっと怪我するね、うん、あんまり緩くしちゃうと怪我が怖いですよね、さあ後半まもなく24分になるとこです、いやしかしいいゲームになってるな、相手に当たって、あこっちコーナーキックか、そうですね、はい、トーチタの、ね、コーナーキックになりました、トーチタここ本当2番の選手にね、あの十分注意してくださいね、東方チタニウムのコーナーキック、そしてコーナーキックの後のカウンターが23としてはねすごいチャンスになります、おそらく戻る速さはよりも東チタが戻る速さよりも23が攻める速さが速いですから、内藤健太が大声をかける、何かしてきますね、多分前で潰れて2番の2選手が後ろから突っ込むような感じじゃないかな、 OK そのままタッチラインになってます、トチタボール、これでいいですね、さあここでウォーターブレイクですね、さあ一瞬、皆さんも水を飲んでくださいね、パラゲルさんも水飲んでくださいね、はい、なんだかんだ言ってスタンド結構ねお客さん入ってますね、ジョニクロ入ったんでね、ちょっとそっちサイドの攻めも見たいし、後半の今は25分でしょう、はい、今大石文也が相手ボールだぞって言ってね、ちょっと集中がこう途切れてたのを気づかせましたね、うん、岡本がちょっと呼ばれてるみたいですね、うん、次出そうな感じです、ベンチからは坂上大輝に何か声かかってますね、はい、あ岡本選手が確かに、はい、さっきちょっとなんか痛めた感じは、あなるほど、ぶつかった時の感じがあんまり良くなかったのでそこを変えるのかななんて思いながら、特にねそんな感じは見せてませんけどね、でもなんかあるんですね、一回でも肩痛めてるじゃないですか、なんかそこをちょうどぶつけたような気がするんですよね、さっき、うん、ここですね大輝選手、本当だちょっとキックミスだね、珍しいな、そうなんですよ、だからちょっとほらこういうのを見るとちょっとねちょっと気にしてんのかななんて思っちゃう、あそっかあれも大輝、はい、そうですね今のヘディング、あでも変わるのはあれです、カズヤですね、あカズヤか、あカズヤか、大丈夫なのかな、
宮田和也がアウト、代わりに入ったのが4番の岡本誠ですね、はい、だからあの左サイドを、栃木市に変えたんです。あ、さらに 元栃木に変えた。あ、なるほどね、はい、栃木の左サイド再現に変えた。そうです、そうです。あの元栃木シティだった人たちが左サイドを固めるっていう。なんだ今のめっちゃフェイントだった。岡本立って、ああ岡本ですね、誠、はい、オレンジのスパイクです。そしてこれは黒じゃないですか。黒か、黒ですね、はい、左ウィングバックに黒が入って、3バックの左に岡本が入って、あの3トップの左にジョニーが入ってるって感じでしょうかね、はい、1トップはヒデが揃ってます。いやー、取ろうよ。いや、もうでいっちゃった。取ってあげよう。そろそろこういうの。あ、でもさ、この前さ、アナライズしてもらった時に言ったけど、はい、こうやってゲームを止めれば止めるほどさ、はい、うちのゲームプレイ、なんだっけ、アクチュアルプレイタイムが減っちゃうわけだから、はいはい、そうですね、相手にとってチャンスになっちゃうね。まあ、それはどっちもですよね。そうですね。あ、今いい体の当て方、黒クロスボール、うん、で黒に戻りましたね。これでヒデうまく時間使えるかな。おー、だからヒデから出てくるところファールしてでも止めようって感じじゃん、はい、追い越しましょうって来てますね。 ありがとうございます。来てほしいですね。ちょっと見入ってしまった。ジョニー選手と黒石川、岡本選手、相手チームの、うん、長幹選手かな、うん、ジョニー選手と岡本選手に対してはなんだ、勝山選手ですよ。光から大輝、内藤、岡本、これ黒ですね。黒石川一旦下げてゴールキーパーまで戻ります。タッペイが今助けに来ましたね。サポートに入ったのはタッペイ。本当タッペイってあの気が利いてるレストランのボーイさんみたいだよね。注文ちょっと取りたいなって眉毛振ってあげた瞬間に何なさいますかって聞きに来る。あ、わあ、そしてさすがジョニー、 あれはやばいだろう。怒った今のイエローですね、2番の選手。怒ったよ、ジョニーが今、まあ、それだけジョニーが止められないってことですよ。そうですね、うん、ちょっとあれはひどいですね。さあ冷静に冷静に、はい、すいません。はい、僕らがあと1投ゴールを入れればね、はい、そうですね、チャンスですね。さあ岡本誠です。今後半の30分、残り15分プラスアルファ。さあ一仕事して帰ろうぜ。そうですね、せっかく入ったんで、入った選手が頑張ってほしい。岡本誠、ジョニーターンして、ジョニー、ここ落ち着きたいな。胸トラップでフミヤ、大輝、こういうとこ前からプレス来るんだよな。あ、そうですよね、こういうのね。あ、裏取った。ヒデ、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 キーパーを不自由にさせろ。もう一人欲しかったな。さっこですね、大輝、タッペイ、おー、もう一回タッペイだ、よし、うん、タッペイが深くいったのがファウルを取りましたね。さあ、後半の32分、南葛にとっては東京23が勝ってほしいだろうって言われてます。ああ、そっか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 。もういい、皆さんいろんなこう微妙な力加減で見てるよね。元栃木シティ選手ですねって。そうですね、あそこの左ラインは全部元栃木シティ選手です、ね、じゃあシティの選手もちょっと、はい、あ、でもシティのファンの人は夏さんがさあ追い越しましょうって。追い越そう追い越そう。そうですね、サッカーの一番おいしい時間ですね、この辺りはね。必ず何かが起こりますよね。トーチタ、うわーすげーヘディング、うわー枠いってる。つうか
うまいな、やっぱり今の2番だろう。あ、5番か、失礼しました。まあね、本当にサッカーも仕事もしたくて来てる人たちしかいないんで、ああ、ね、そういう意味ではやっぱ強いっていうか、うまいですよね。そうね、そうそうそう。あ、2枚替えです。はい、閉じた選手交代ですね。21番と8番がアウト、はい、代わりに入るのが15番と19番ですね。はい、和田選手と久保選手が入ります。19番、はい、15番が和田選手、15番和田選手、19が久保選手、久保拓也選手か、はい、はい、で時間をかけて外に出てるんですね。やっぱりプレイングタイムというか、アクチュアルプレイングタイムはね、少しでも減らそうという感じでしょうね。まあ、降格のことを考えると、無理して深追いして勝ち点を失うんだったら、このまま1点を取った方がいいっていう判断もあるかもしれないね。分かんないんだよな、でも東知多は。ひで。清水光る、あ、ヒデ、行け、ヒデ、ヒデ、おし、市川優雅、うま、優雅、ほんとプレスきついね。あ、もう一回、よし、出た出た出た。ここのところちょっと龍平選手のね、ボールタッチが少ないんで、ヒデにボールを集めるような戦術になって、市川優馬のフリー、スローインです。龍平、秀、秀、秀、面白い、タイスターン、清水から、さあそして左に1個ずつボールを動かしていく、岡本、ジョニー、さあそしてジョニーだ、ジョニー、ジョニー、お、中に、うわ、切り返し、クロスボール、秀、もう一回市川優馬、うまいですね、うまいね、もう一回作り直しですね。内藤健太して経由して向こう側ですね、左側、これジョニーかな、はい、ジョニーです。ジョニー、ジョニー、クロスボール上げられるぞ、クロス、ニアサイドにいた25番がクリア。さあそのボールもう一回回収するか、大輝、大輝、おお、すげえ勇気あるか、そうですね、トラップ、タッペ、左に一回開きます。さあそしてもう一回、これは黒かな、はい、黒です、はい、ありがとうございます。黒、黒、黒、うわ、ジョニーみたい、黒、黒、これはキック、あ、ゴールキックになりましたね。いやいやいや、体が緊張するね。はい、後半35分ですね。みんな動画見て、前で見てる人どういう気持ちなんだろうね。いや、もうみんなドキドキしながら見てると思いますよ。俺この前本当嫌だったもん。もう動画じゃなくて現場ならいいのに、動画って本当辛いなとか思ってさ。あ、そうですよね、本当に。あと試合終わった後さ、はい、当たり前だけど動画終わるじゃん、はい、終わるのがすごい嫌なんだよねもうその後全員が帰るまでピッチ移しててやってくらいの気持ちになっちゃう。あ、ここ注意ですね、余韻がね、小口大地、危ない危ない危ない、よし、おお、落ち着いてるね、岡本、ああいうのすげえよな、やっぱ経験値でしょうね、本当に。この間も言ってましたけど、おい、あ、ジョニー、ジョニー、さあスタジオに取った、スタンドから大きな拍手、お、いいですね、龍平抜けるか、もう一回、よかった、いや、龍平ね、結構、はい、こうアタッキングなね、左のサイドにスリーパスを狙いましたけど、うん、岡本とあと龍平です。内藤健太まで戻した、大輝、市川優馬、おお、面白い、清水光が自由にボールを持てるか、ターン、ぬるっとこう抜けるか、ファール、はい、ファール取ってます。今副審がね、ファールを振ってましたね。もっと早く止めようよ、審判。まあそれだけ東知多も必死ってことですよね。でももうちょっと、ね、時間は次のプレーのために使った方がいい。はい、さあそしてジョニーです。行こう、ジョニー。さあ後半37分ですね。ちょっと見どころのある時間が来ましたよ、皆さん。あの YouTube ぜひ、あの大きい画面で見て、ここは。
背番号10番若杉十浩輝が蹴ります。左足、さあ茅ヶ崎の会場で何が起こるのか、いろいろな駆け引きが行われています。ゴール前フリーキック、打てるか、ヒデかな多分ヒデだと思います。逆転に成功、東京 23FC 落ち着いてた。うわみんなで8やってるいい子たち。ちょっと得点の場面ねリプレイできないんですけど、おそらく飯島ヒデ選手のゴールだと思います。いやいいさあ逆転に成功しました、東京 23FC。 みんなに言われてます、来たって言われてます、ありがとうございます。2試合続けて逆転に成功。さあそしてこの後ね、あ今39分ですのでね、ゲームをちゃんとグリップできるか、そうもう1点取りに行く姿勢でねいかないとね。さあタッペイです、縦に行くだけで、おーひどい、あイエローカードですね。ちょっと今のや7番の選手、小口選手ですね。いや前半あの素晴らしいプレーを今日小口選手してますんでね、はい、ちょっとこういうところで、ね、の次の試合とかもまだありますからね、カード累積とかやめてほしい、もったいないですね、はい、なかなかでもやっぱり面白いゲームになりましたね。さあ後半、逆転に成功した東京 23FC です。後半の39分になるところ、得点は1対2、ボトルをねナトケン、ナトケンが叫んでるよ。さあここ本当に大事な時間ですね。大石文也長いボール、そのままタッチラインを割ってますね。トラップしたのはシン、シンガイシンガイくんベンチでね、今日はスタッフ扱いで入ってます。あいいですね、このまま足でボールを踏んづけてずっと待ってればいいですよ。ふみやはい OK です、はい、様式指です。この辺は後ろからねまだいますから気をつけてね。ちょっと風が吹いてきたね、この茅ヶ崎ですけれども、ボールをドロップして大石文也選手長いボールつけてきた、ヒデのところでボールが収まるかなって感じ。19番の選手が一旦ボールを奪う、さあマイボールです。ジョニーあのジョニーが身をすくめてククンってやるトラのフェイントがすごいかっこいい、うん、さあ左から攻める竜兵、うわーマイボール、タッペイだ、タッペイ出した、ヒデ今ナイスだ、もう1点入れて、ここの俺市川優馬、ヒデ優馬、ヒデ優馬何回できるかなみたいになってる。さあこのままいいですね、立ち合い待ってます。23ボール大輝、ここいいですよ、ボールスロアを交換することで時間を使えます。そうですね、はい、落ち着け、この間に正気を取り戻せるような市川優馬、清水光相手に当てて5、いいですね、スローインを取っています。さあここでまたスロアを変えたりなんかしちゃったりしてね、途中で靴の紐なんか結んじゃうのもいいんですけどね、あんまりやりすぎるとイエローでますね、はい、市川優馬、ヒデちょんとしてますね、はいはい、いやなんかかっこいいな、ヒデさんかっこいい、やばいね、向こうイラつきの 100% って感じだよ ね、そうですよね、うん、でもこうやってイライラ、ぜひあの一流企業なんでコンプライアンスさんは持っていただきたいものですね、はい、そうですね、はい、そうでした、おっとクロスボール行ってきた、リュウちゃんちょっと止まっちゃったな、なんかこの時間も市川優馬俺の時間って感じでゲームやってますね。優馬優馬いいサイドチェンジ、さあそしてフレッシュの岡本、誠ちゃん、お清水光ね、横っ走りにしてね、はい、オフサイドラインを回避しようとしたんだけど半身出てましたね、バレたいです、ね、さあ、後半の42分です、現在1対2、もうこの決める人が決めるっていう、うちのフォワードにはすごいですね。
やっぱりヒデさんが入ったことによって清水ひかるがちょっと動けるようになった、ね、そうですよね。でも相手にしたらさ、最初加藤雄二が来て、はいはい、でこうやって左サイドが一気に活性化してヒデが出てきてっていうとなかなか面倒くさいだろうね、やる方としてはね。あ、これ注意して。またヒデさん上手いですからね。あ、なんか、うん、やっぱ経験があるから落ち着いてるね、はい、ヒデちゃんね。めっちゃ光が叫んでる時間ですね。ヒデさんに試合前のインタビューして、はい、こんだけ負けられない試合が続いてると緊張しますかって聞いたら、はい、こうやってマッサージしながら、いや90分やること同じなんだよ結構選手はね、みんなそうフラットな感じでね、もうファンはドキドキですけどね。あー、いや、ちょっと小渕選手がね、はい、おー、来た、ヒデ。さあ、そして清水ひかる、オーバーラップ、ウィンドラップだ。あー、来た。うわー、いいね、近い馬、いい走り、ワンツーでジョニー。おーし、それはいや、市川優馬がさ、あれインナーラップしたから向こうディフェンス完全にもう今混乱しちゃってたね。この時間でもあれだけ走れるっていうのはやっぱすごいですよね、うん、結構あの優馬さんなんかね、指導者のコーチとかね、クロート系の人が好きだろうね、ああいうプレーね。もう本当一家に一台あるといいみたいな感じ。優馬ですか。そうですね。さあ、ヒデが追いかける、まあ、このマコ止まれっつってたね行っちゃうからかな、うん、そうかね。竜兵のところ、おお、たっぺん取った。ちょっと向こう足止まりかけてね、清水光丁寧にボールを、うわー、来た。うわ、相手を走らせるドリブル、かっこいいね。おお、痛くない痛くない痛くない、勝ってんだから痛くない。タッペ頑張れ、今日はタッペにインタビュー決めよう。今のでかわいいわ、タッペ。ほっぺたにボール痛かったですかっての質問しよう。聞いて聞いて、ほっぺたにボール痛かったです。なんでタッペはそういうあれなんですか。分かんない、あいつが意地悪だから。なんでその2人でやり合ってるんですか、こう。ほっぺたも痛いけどね、ちょっと足つってるっぽいです。いや、ほんと。うん。柴田勝人、大きいタッペ、かわいいなって。ですよね。俺もそう。さあ、フミヤが大きく蹴って、ジョニー、ああ、いいね、体の入れ方で、その後、ポンって4本押しましたね。ちょっと上空、風があるのかな。あ、そうですね。ちょっとボールが、ね、うん、流れ下げてますね。ああ、で、今、あ、もうなんか我慢できなくなってきましたね、向こう。アディショナル 4ですね、うん、今またカード出ましたからね。あ、出た、はい。あ、じゃあ19番かな。結構本当に我慢ができない時間帯みたいですね。多分止まらなくなってきてるんじゃないのかな。ユーロ45分ね、うんうん、はい、アディショナルタイムは4分入れました。はい、アディショナルタイム4分でございます。もう、はい、1試合に行くとこうやってどんどん滑舌が悪くなるのが実況です。はい、結構忘れてると思いますよ。今日試合開始名前出てこなかったもんね。もう分かりますか、竜兵とタッペ。なんとなくね、ついいじりたくなっちゃうのがタッペ。そういうそういう感じ、そういう感じ。こうでもちゃんとこう、いや、うまい、よし、うまい、いいよいいよいいよ。さあ頑張って、ヒデのところさあ、おお、ナイスさん、すげえな、28番、うまいっすね。おお、負けない、うちのユーマもすごいんです。いいっすよ、ユーマ君。さあ、そして7番小口選手、ちょっと小口選手がね、前上がってこれなくなってるんで、ね、そうですね、上がらなくなったんですかね。さあ、クリア、おお、これ早く取りたいね、ミドル打つよ、あいつ、相手、そうだ、あー、よし、最高、よし、来た、うーん、あー、残念、これがジョニー、はい、ジョニーですね、ぴょんぴょん走ってるんで、黒が、ナイス、いやー、いいですね、岡本ね、うん、
なんかこう締めにいいですね、岡本は。やっぱ経験値ってすごいんですね。ちょっとこれ嫌な時間帯なんで。そうですね、はい、守りましょう。さあ最後までここで入れられちゃうと全部が おじゃになってしまう。ヘディング、ヒデー、いけいけいけ、最後まで気を許さず揺れますよね。おい、リュウ頑張って、いろんなことやってくるよと。落ちたわ。そうですね、ナイストラップ。さあ、こうシュート、2番絶対狙ってくれ。ああ、うん、クロスボール、お願い、フミヤさん、フミヤドキドキさせないでください。やばい今。あ、後ろ入れよう、後ろ後ろ。長い弾道のボールで時間使いますね今は。あと2 分、 あと1分ですね、うん、マイボールにしてね、ゲーム握りたいですね。ナイト・ケンタ、リュウヘイ、リュウヘイ、リュウヘイ、 OK。そのままタッチライン終わってます。よし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 、あと1分です。あ、選手足つってるね、リュウヘイかな。そうなんですよ、リュウずっとつってんですよ。あと50頑張って、ほんとあと頑張ろう。さあ、閉じたね、キーパーまで今出てきてますね。キーパー、あと1点取れるぞ、うち。よし、うちあと1点取れるよ。さあ、長いシュート取ろう。1本長く入れちゃい、入れちゃい。ジョニー、ジョニー、いけジョニー。おー、自分でドリブルでスペース見つけて、そこで時間使うね。ジョニー頭いいな。マイボールだよ。そうだよ、そうそう、マイボール、マイボール。で、靴紐を結ぶという。もう役者ジョニーさん、ジョニーさん、で、これでスロア肯定しちゃったらどうかな。うん、でもちょっとはほら、時間をね。これ、あのダゾーンだったらこんな実況喋ったら怒られるからね、怒られますね、きっとね。はい、でもこういうのサッカーなんだよね、本当に。みんな中立の実況ってできないっていうのをちゃんと勉強した方がいいですね。マイボールだ。いいよ、あと1点取っても。あ、取ろうぜ、取ろうぜ、取ろうぜ。いい話。ジョニー、ジョニー、黒、あ、違った、発表。時計見ましたね。落ちたです。さあ、49分も過ぎてますね。いつなってもおかしくない。さあ、ピッピッピーの時間ですよ。レフリー、時計見よう。これでゲーム切れたらこっちの勝ちだから、うまくマイボールにしよう。よし、来た、持ってった、ヒデ、いけ、ヒデ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 、いけ。頭いいな、時間使ってる。さあ、そしてジョニー、打っちゃえ、ジョニー、やっていいぞ。もういいよ、早く戻しまい。よし、見事。ありがとうございます。素晴らしいゲームでしたね。最後のヒデからジョニーの時間の使い方、ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございます。やりきったって感じです。 OK、 お疲れ様です。はい、お探せしました、私たちの周りにいた人。ちょっと雲の隙間からこう太陽がね、今輝いてきて、うわ、もう逆光で今パルゲルさんが眩しいぜってぐらいな状況ですけど、選手たちをね、今本当に正面から照明のようにね、光を当ててる茅ヶ崎の太陽でございます。はい、90分が終了しました。まずは結果はこの後ご説明しますけども、両チームにね、どうか温かい拍手をね、お送りいただければと思います。あの YouTube の向こうからのね、あの拍手コメントもね、選手たち必ず通じますので、ね、はいはい、みんなにやったって、ありがとうって来てます、はい、ありがとうございます。さあ、今日もね、勝手に実況隊がお送りしました東京23マジェ TV& レディオです。2022年9月3日土曜日、はい、柳島スポーツ公園総合競技場からお送りしました関東リーグの後期第6節です。はい、東方チタニウム対東京 23FC、 トータルスコアは1対2で東京23FC の勝利でした。おめでとう。
さあ試合振り返りましょうかね、はい、前半、17分ですか、はい、13分にね、はい、あの山本明俊選手がね、はい、怪我ということで交代になっちゃいましたね、はい、なかなかリスキーなゲームになっちゃったんですけれども、はい、前半の17分東方チタニウムが先制点を入れてます、はい、3人の選手でペナルティエリアの中に入ってですね、こうクロスの動きで、見事得点を決めたのは7番小口大輝選手でしたね。素晴らしいゴールでした。敵ながらそして1対0で、ハーフタイムに入りました。後半は、3分ですね、コーナーキックの場面から、清水光選手がオーバーヘッド気味の、ねはい、すごいもう美麗なゴールというのを、ねはい、決めまして、1対1で同点に追いつきました、はい。そして、途中交代選手交代もありながらも後半37分、はい、フリーキックからですね、ジョニーのフリーキックから、おそらく相手にあの向こう側に合わせて戻ってきた人ところを飯島秀選手が、はい、ゴールを決めて1対2で、大石文也キャプテンのね、はい、素晴らしい、ファンの皆様へのメッセージということでね、はい、ちょっとあの YouTube だと、ね、音がちっちゃかったかもしれないですけれども、まあ、劣勢の中で、思ったようにサッカーできなかったけどこうやって逆転できるようになったことは良かったって、はい、去年はこういう力強さ粘り強さが、ね、出せなかったけど今年このチームはできているので、はい、まあ、最後まで応援お願いしますっていうね、はい、メッセージですね。佐藤さんって方から光のゴールは J リーグのフォワードのようでした、はい、セットプレーは重要ですね。そうですね、ありがとうございます、はい、宮本さんからも選手の皆さんお疲れ様でした、ありがとうございましたと、はい、ありがとうございました、はい、さあ大作さんからもやったーって来てます、はい、あもう本当、はい、皆さんコメントありがとうございます。あと田尻さんから素晴らしいを通り越して素晴ら D 素晴らしい来ておりました、ありがとうございます。今日のキーワードすばら D でありがとうございました。はい、後半ね飯島選手のゴールが最終的には決勝点になって1対2ということでね、はい、その後のゲーム展開もねうまく時間使って、うん、はい、それぞれの選手がねそれぞれの場所でねリスクとあと仕掛けをねして、うん、うまくこうゲームをコントロールして最後までゴールまでたどり着いたというあの見事なゲームだったと思います。はい、さあ関東リーグ、どうでしょう皆さん今日も楽しみいただきましたでしょうかね。あもうちょっと疲れましたね、はい、今日はの多分他の試合もあるのかな、あの、ね、配信がいっぱいあると思いますので栃木シティは今日ですね。あ栃木シティはどこだっけ、ステランサ、はい、南葛って書いてありますね。あそうですか、ぜひ皆さんお楽しみください。はい、さあエンディングに入る前ですけどマリさんどうでしょう今日の90分振り返って感想なんかありましたら。もうとりあえず私はあの久しぶりに光のゴールが素晴らしい、うん、素晴ら D だったんで素晴ら D、はい、そうもうちょっと嬉しいですねやっぱり素晴ら D ね、ちょっとあとやっぱりその後から入ってきたヒデさんとか、うん、決める人が決めて守る人が守るっていうのと、うん、あとは、まあ、みんなね全員で勝ったって感じがすごくしてユーマとかもやっぱ、ね、最初から最後まであれだけ走ってたりとか、うん、いいとこいっぱい見れたと思うんでよかったね、はい、よかったです、はい、2試合連続で逆転勝利を見れた、はいはい、すごかったです、ね、さあ選手たち今ねあの小松さんとあの試合直後の、ね、メッセージを、はい、まあ、あのミーティングをしてますけどあの番組の方エンディングに入りましょう、はい、1対2ということでね今日は東チタニウム1点23、2点ということでね、はい、8点3を、持って帰ることができましたね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今後の予定です、はい、9月の11日夕方6時からボンズ市原対東京23 FC の試合がありますね。これ、はい、あの行かれる方ねあのボンズの方にあの事前登録があるかと思いますのでボンズのホームページの方をご覧ください、はい、そして9月の14日は水曜日東京ユナイテッドとの試合がですね江戸川区陸上競技場で行われます、はい、平日の水曜日ですが関東リーグの後期4節の延期分ということでね、はい、皆さんよかったらぜひあのこちら入場無料でございます、はい、それから、9月の19日、はい、東京に選手いた南葛ですね、はい、これ江戸陸で行われます今年の江戸陸ファイナルです、はい、先ほどもお伝えしている渡辺隆人選手のね、はい、あの引退セレモニーもありますのでね皆さんぜひ江戸陸にねお越しください、はいはい
ファンの皆さん今日喜んでるねということでね、お送りしてきました東京23、マジで TV& レディオもね、はい、終わりの時間ですね、はい、パラディルさん何かある？大丈夫？はい、ありがとうございました。さあ、あ、はい、サポーターさんがね、はい、今エンディング入れちゃいますからね、はい、さあお送りしてきました東京23マジで TV& レディオも終わりの時間です、はいはい、ビデオカメラのベルトを撮影、ネット配信、大事な選手楽しみです。はい、パルゲさんでした、ありがとうございました。はい、そして実況 MC とツイキャスラジオのプレートはブラジル36が担当しました、ありがとうございました。お帰りなさい。そしてアシスタント MC さん、はい、マリでした、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。長らくのご視聴ありがとうございました、はい、そして今週末と他の試合もね、ぜひ皆さん関東リーグお楽しみください、はい、配信あります。それでは皆さんまた、来週かな、さようなら、バイバーイ、さようなら。